ユーディールストリートファイターオールバトル X リーグよっ、はい皆様こんばんは。ストリートファイターシリーズ全てが集まるチャンネル、ユーディールストリートファイターオールバトル、スーパーストリートファイター 2X からストリートファイター5まで、その歴史を築き上げてきた猛者たちの戦いをお届けする夢のチャンネル。本日はスパツ X 最強を決めるリーグ最終日をお送りいたします。本日進行を務めさせていただきますキャベツです。よろしくお願いします。おはようキャベツちゃん。そして実況していただくのは吉尾さんです。はい、吉尾です。よろしくお願いします。お願いします。今日最終日ですけど、そうですね、はい、今日もちゃんと、はい、全員出場したプレイヤーに結果を聞かないように、うん、なるほど、なるほど、ちゃんともう驚く準備をしてやってました聞いてくる方がどうなんだろう。いや、向こうから、確かに向こうからなんか、そうなんですか、聞いたでしょみたいな感じ言われるからはい、はい、いやいや、そこはちゃんとね、なるほどなるほど、僕はそこはやめてください。なるほどなるほど、みんなと一緒に喜んでね、驚いていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。最終日解説をしていただけるのはサソリさんです。あ、サソリでございます。まあ龍がね出てるっていうのもあって、うんうん、ちょっとマニアックな解説になるかもしれないんですけど、はい、多分じゃなくておそらくつか仮説になる。そうだね、はい、僕自身がすごくこの人たちと対戦した経験がかなりあるので、はい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 、そういったそのプレイヤー視点とか読み合いとか、うん、まあ、そこら辺が喋れたらなと思ってますけど、うん、まあ、今のところ何も考えてないのででもその辺をじっくり行き当たりばったり行こうかな、はい、行けた方が、はい、見てる方も多分、ね、サシシとかコタクターが仲いいんですよ、うん、はいはいはい、彼らの負けた時の、そうだね、セリフに私は非常に期待してますね。はい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 、なるほど、僕もじゃあコタカさんのはかなりそこは非常に期待したいですね。はい、そうですね、はい、本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは今回のリーグ戦参加選手の紹介です。こちら画像が出てくるそうなので、はい、参加選手出ますか。はい。これ悪意あるよな、やっぱり。サシッシュですね、X リュウ。リュウですね。いいですね。はい。そして、ニューヒロー小高。いいですね、ナイキンスポンサーされてるという噂の流れで。本人も言ってますけど、はい、当然そうだよ。どっちかというとやつは、ね、ニューバランスの犬がどっちに犬かっていうと、ちょっと、ね、内距離もニューバランスみたいなところありますよね。クスガイの小高と、はい、しまして、フジモン、フジモン DJ、うん、あ、もう言っちゃったわ。軍勢ザンゲーフ、軍勢さんね、今のところちょっとそのいいとこないんで、うん、いいとこないですか、いいとプレーはすごいいいんですけど、はい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 、勝ち試合に繋がってないと、繋がってないんでね、見たいですね。はい、うん、続きまして、ゆうべが出た、ベガ立ちですね、これ。なるほど、これがベガ立ちだな、気づかなかったな。ベガ立ちもね、最近X デーがみんな毎週楽しみにしてる東西線にあんま出てないので、はい、ちょっとね、そうだね、やっぱプレー見ていただきたいっていうね、ところは今あるんですよ、ね、このために温存してるのかもしれないですね。そうなんですよ、はい、まあ、彼曰く、その一つの大会に出るのは、はい、国民の納税との二大義みたいなその義務ね、はい、義務の人なのでね、はい、非常にそれ見せていただきたいと、出ましたね、大久保さん。俺昨日やってたからね、大久保さんと。あ、対戦ですか。弟、あ、弟もやってたの。そうです、あ、そういたって言ってたな、ヘイに。はい、ヘイに、ヘイに、そうですね、え、はい、あ、ヘイに来たの、うん、そして普通にいいんだろう、兄剣、あ、うん、兄さん、犯人たこ持つ男。いや、今今回の理由は相当兄剣らしさが出てるんですよ、うん、いや、こんなに綺麗に出るのもちょっと珍しいっていうのが失礼な話ですけど、はいはい、どうしても剣なんで、はい、普通に手浅で、もう普通に負けちゃった、剣っぽく負けちゃったみたいな、はいはい、まあ、当然あるんですよ、やっぱ今までの体感でできたと、うんうんうん、今回はかなりそのアニケンさんらしさ出てるんで、うん、もし課金なさった方はね、はい、先月を見ていただきたいというところですね。はい、分かりました。そして史上最強オトチュン、うん、史上最強なんですね。これ、うん、まあ、どうしてもやっぱり X の大会の歴史はこの人と共にありますよ。はい、どうしても。はいはい、で、今、でね、リーグとしても今トップですよね、うん、確かね。あ、そうなんですね。今確か、はい、3日目を迎えて今トップという状態なので、さすがというところですね。はい、ありました。ずるいですね、チュンリーね、はい、いやチュンリーってやっぱり、ね、ちょっとずるいんですけど、だからやっぱ昔佐古さんのインタビューで、はい、佐古さんにインタビューの中で、はいはい、
読者の強キャラ使いってこれで勝てちゃうからっていうキャラ多いじゃないですか、強キャラって、はいはいはい、そこで成長止まっちゃう人が多いと、うん、佐古さんがおっしゃってたんですか。でも音中さんは、はいはい、チュンリー名前ないんだから、うん、それは強いに決まってるわみたいな、なるほど、うん、そういう、ね、インタビューありますから、なるほど。今でも音中さんでも違うキャラだったら甘えるんですよ。メインキャラじゃないから遊びだから、遊びだから確かにね、え S 剣とかでビョンビョン飛んできて、ね、えいってやられるから。音中さんのね、竜と S 剣はちょっとバグを感じるところはそうだよね、ありますね、強キャラ使いがあるんですよ、そこはなんかね、そこら辺のお姉ちゃんにみんないい顔するんだけど本命だけしっかりやるみたいな、そんなタイプ。例え最強キャラ使った人って、うん、他キャラ使いの人に、はい、いやあれキャラ育成するとか言ったら、そんなことないよとか言って、はい、そのキャラ使って、はい、なんかすごい、そのキャラの強いとこだけ、はい、なんかやってみたやつがあるじゃないですか、はい、そうですね、うん、あれなるほど、そういう動きをね、言うときあるんですよ。へー、ひたすら鎖骨とかねやるんですけど、まあそんな感じですかね。まあ、チュンリーはほんとね、ほんと怒られちゃうもんね、怒られちゃう、もう遅いですよ散々言いましたけどね、はい、というわけでちょっとルール説明の方に入りたいと思います、はい、ではですね、3試合選手となっています。そして2キャラ登録制、1試合目のみキャラ申告、2試合目から負けた側のみキャラ変更ありとなっていますね、うんうんうん、はい、勝敗で並んだ場合は直対の結果を優先、うん、3人以上が勝敗で並んだ場合は得失点差優先となります。まあ、お坊さんぐらいじゃないキャラと、そうですね、うん、はい、今のところそうですね、うんうん、だってみんなキャラとともにね、うん、口当てるつもりでキャラとともにゲームやってる人たちがそうですね、はい、そういう人じゃないと多分トップに上がれないのゲームだから、うん、ああなるほどなるほど、多分そういう感じなんじゃないかなと。はい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 、分かりました。はい、それでは本日のプログラムの方を紹介していきたいと思います。ですね、この試合をこう組み合わせを紹介するんですけれども、試合上はこの通りではないので、はい、ご了承ください。はい、それでは紹介していきたいと思います。まず第1試合目というのはですね、ゆうべがさしし、お、はい、うん、で小高おご、うん、フジモンゆうべが、なるほど、さしし兄剣、ここ見たいなこれ、ぐんぜフジモン、うん、いい勝負だね、うん、はい、小高おとちゅん、これ勝ってますからね前回、これそうですね、はい、うん、でぐんぜおご、ゆうべが小高、なるほど、はい、おごう兄剣おとちゅんさししとなっております。いいな、これはいいですね、これいいね、なんかこうさ、つまみみたいだもんね、一個一個が本当に一個一個がつまみになれるぐらいいい試合だと思う。バランスもすごく良くして、はい、まあね、あの初日も2日目そうだったんだけど、まあまあそうなんだけどそうなんだけど、これ2日目って僕ちょっと参加してないんですけど、はいはいはい、あの順位とかって出ても、あ、出ます？はい、じゃあちょっと見ていきましょうか。はい、こうなってますね。なるほど、はい、これ得失点はアニケンさんの上だったか、うんうん、アニケンさん勝手に勝ってるんですよ。今アニケンさんとオトチュンさんが4勝で、そうっす、うん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 、勝ち星は並んでると、うん、なるほど。で直回がアニケンさん勝ってるんで、はい、はいはいはい、このまま行くとっていう感じですか、はいはい、これさ、アニケンさんとお坊さんの対決が残されてるって結構楽しみだよね。そうですね、なるほど、ね、もうだって13年前ぐらいも同じような対決してるしね、アニケン対オゴさんとアニケンさん対その駒田さんは毎回とんでもない試合だったよ、はいはいはい、で大体3ラウンド目4ラウンド目までも連れて、4ラウンド目多いですよね、アニケン対駒田とかって、ね、めっちゃもう本当におおっていう試合見るんですよね。アニケンさんとオトチュンさんはサシシさんの試合が残ってるんですね。そうなんですよ、そこなんですよね、ここですか、これねちょっと、はい、もう7年越しぐらいだと思うんですけど、うん、はいはい、僕、サシシ、コタカ、川端って、まあ、連中で、うん、大阪にこう遠征行くんですよね、はいはい、で僕らの目的はもうこのアニオトだけを倒すために行くと、はい、それでやっぱり対戦した時も感動を覚えたし、うん、で今月日を経てちょっとどうなったのかなっていうのは気になる、うん、私も一緒に行きましたね。あ、そうだ、あなたも行ったよ、5人で行ったよ、はいはいはい、リュウとガエルだけですから、そうそう、リュウとガエルだけ、うん、リュウとガエルだけで遠征行ったと、そう、リュウとガエルだけで遠征行ったっていうね、いいっすね、これで、うん、はいはいはい、だからちょっとね、うん、我々としては憧れ世代と戦えるということで、サッシーがどうなるんだろうなっていうのは個人的には気になる。なるほどなるほど、わかりました。小高はまあどうでもいいけどいや、どうでもいい、はい、でも実際今年小高強いよね、まあ強いけどね、
だからこれ前回言っちゃったから言うけど、小高には非常に申し訳ないけど、負ける時が非常に小高らしい負け方するんですよ。あ、なるほど。勝つ時は小高らしくないんですか？勝つ時は、はい、頑張ったって感じですね。頑張った、まあ、それはやっぱ我々も、うん、もう本当長くやってるんで、はいはいはい、そういうところですよ、やっぱり。昔から知ってるからっていうことですね。わ、はい、かりました、はい。そしてですね、本番組は4カード目の試合より会員限定放送となりますので、この機会にぜひご入会ください、はい。チャンネル会員の方であれば、ストリートファイターロバトルチャンネルの過去放送全部いつでも見れますので大変お得ですと、はい。じゃあニコニコトップの方からアーカイブ動画一覧の方から多分全部見られると思いますので、はいはい、ぜひ入っていただければと思います。先月の戦いね、本当、ヤヤさん本人が課金しようとしましたからね。あ、そうなんですか。ヤヤさんが課金したってことは自分いい試合したってことですよね。俺出てるけど課金しちゃってるとか言ってましたから、ね、負けてたらそうそういかないですよね。気持ちよかったんだろうね。あれはね、ちょっとなかなか面白い発言でしたね。ということですから、はい、わかりました。それではじゃあ試合の方に早速行っていきましょう。はい、行きましょう。はい、まずは第一試合ですね。ゆうべが対サシシですか。あ、このまままず一発目いきますか、流れのまま。これですよ、これね、うん、なるほど、どうですか。このね、なるほど、この、はい、まず龍対ベガといえば、うん、まあまあ私がナンバーワンなんですけども、これはもう自信持って言えるぐらい、はいはい、あのね、確かにね、うん、大会で勝つっていう意味では、うん、サソリが一番勝ってるかもしれないですね。もしくは昔の D さんとか、そういう、ただね、サソリ君の勝ち方って、はい、人なんですよ。強ってことですよ、ね。あの、はい、この人がこのぐらいの確率でダブルに打つから、はい、それを勝利で落としてめくってやるみたいな、はい、そういうね、あれで、はい、まあ、リーは他にも本当に波動だけで目が抑えるタイプとか、はい、まあ、本当にいろいろあって、うん、サソリ君は、はい、そのね、人で勝つみたいな、まあ、でも、もともと奈良さんのキャラさが奈良さんも言ってきましたけど、あると思うんですよ。はいはいはい、だから、少し遊びがあるでしょ。こっちの理由としては、はいはいはい、そこの遊びでちょっと面白いことすると、はい、これがさらに8になったりとか9、1になったりとかするっていう、これ結構サソリ理論です。サソリ理論は結構、はい、あの有利な組み合わせでも危険球、あ、危険球打つのはやっぱりそのとか、ね、よかったです、サソリ理論って言ってもらって。俺何打ってんのかこれサソリ理論です。なるほど、サソリ理論で、はい、あの有利な組み合わせは波動拳だと打たなくても組み合わせだと打たなくても打たないのが、はい、まあ、一般的な、ね、はい、攻略ですけど、はい、この人は有利な組み合わせこそ打つみたいな。なるほど。これがサソリ理論なんです。ね、まあ、見てる側が面白い方が、うん、ね、やられた方も、はい、うん、やられたみたいな、やられた方も、はい、扉勝ってたのかみたいな、うん、そう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 、思わせてるんだけどそこで打たないよみたいな勝負にしたがるんですよ、この人。でも僕はそうだったんですけど、サッシはどちらかというときっちりやるタイプだったんですが、はい、僕とこうサッシが共に練習するような環境になったことがあって、うん、そのせいで、はい、あの今ミックスになって、はい、さらに磨きがかかって、うん、なるほど、いいところ、両方できる、はい、唯一の理由ですね。うん、ただね、あいつはベガ戦ちょっと、ね、悩んでるんですよ。はい、うん、こいつね、その、はい、リュウベガは先ほど言った通り、まあ、リュウより、これはね、みんな言うと思うんですけど、はい、あの、じゃあサトリスタイルで、はい、その読み合いで勝つのか、うん、他のリュウ、その綺麗系のリュウみたいに、はい、その攻略で波動だけで勝つのかみたいなところを、はい、迷ってね、なんか迷って、一時期勝ってたりもするんだけど、はい、なんか今度違うベガと当たって、元々模倣再生して、はい、すごいこう揺れてるんですよ。で、はい、あの、この間も言ったように、はい、ベガ戦は苦手ですっていう。いや、僕ね、ベガとやるじゃない、はい、でもう一人タイラっていう強いベガがいるんですけど、ユーベガタイラっていうその2大ベガがいるんですけども、僕がこうの試合やってると竜使い全員いるんですよ、はい、並んでてどういう攻略をしてんだろうっていうのを見てたんで、多分ちょっと取り入れてるところはあると思います。そこと、あとは飛びの垂直に対してとか、はい、バックジャンプに対して、はい、画面端での固め方がサッシュはとんでもないので、うん、もうそこはちょっと見たいなっていう。なるほど、画面端の攻防は特に見たい、はいはい、まあ、中央は絶対にユーベガの方がプレッシャーあると思うので、はい、そこら辺ですね。直近の場合からユーベガさん勝ってましたかね。まあ、そうだね、大会は大体ユーベガさん勝ってユウさん、あの、チュンリーの次にはやっぱり龍嫌いなんで。マジで龍嫌いなんで。そうですね。わかりました。それでは試合の方、いけますかね。はい。これ試合で大丈夫ですか。はい。それでは、試合の方お願いします。行ってきましょう。お願いします。あ、お願いします。試合の、なんて、はい、楽しみだな。やっとさっき1勝できたんで、この調子でもう1勝、頑張ります。頑張れ
頑張れ、ヒデさん頑張れ、ハッシュの顔頑張ります。いやー、あのね、ロジアイでもね、サッシーが勝ち越してる時期もあったんですよ、まあね、やっぱ前があって、はい、このスーツ対ジャージっていうのもいいね、ま、本当だ、言われてればジャージ。そうね、ゆうがさんここのところやっぱ仕事忙しいというところですからね。そうだね、ゆうさんの諦めない、ね、そうですね、諦めないあのスタイルっていうのをちょっと見て、ね、対空無敵もないしちょっと濁ってきますね。対空弱いキャラだから、うん、飛ばれても効くんですね。そこをどうするのかっていうのは本当にベガー側の見せ所だ。チュンディ確かにあるな。さっきチュンディ組んでな。さあ見ていきましょう。はい、はい、何回目かそうですね。ベーシンガードが最、まあ最適化。はい、はい、はい。あー、ピオル、ピオル1、中受けダンス。ナイスガード。ベーシンガードの下が、見上げてもらう。あ、これもこれもユーロのペースですね。投げる。試合簡単だねこれ。ハドネトベ勝ちっていう。ハドネトベ勝ち。でも今のところの勝利を連打はサッシー強気にね行こうかってどうでしょうか。さあ対空した。ちょっと被ってないの。うん、あ、見てからハンドできるんだね。イルカさんね、それがハンドうまいですよ。うん、あ、ごめん。おお、そういうことある。さあ中最後ギリギリ難しいボールに警戒しながら上警戒して。さあどうだ、全然ユウはいけるとこだな。おお、コマうまい。どうだ、竜巻誘った、昇竜、これはバレている。かっけっすね、ナイトメア、かっけっすね。なるほど、まだその最初はっちゃけるのは、うん、あのサッシの癖なんだよね、うん、はい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 、そうなんですね、こっから修正してくるっていうのが、うん、そうね、ちょっと体重もあのすっこ抜けたりしてね、うん、あれはサッシいつもまだ大キックとかに変えてきますけど、ね、この表情からするとちょっとやりすぎたかな、うん、みたいな顔してるんで、うまい、最高の終わりじゃないし、勝利、ここは打ってない、そこ投げ返し、ゆうべださん投げ返しがうまい。さあここは勝利で返してきた、まあ、歩いてるからダブルニーないし、うん、投げかかれ、ここは中以上のダブルニーがめり込むと何が立ってしまう、ね、この画面端がさし、さっき言ったように画面端 の固め方がうまい、うまいですよね、あの距離もう死ぬしかないんですよ。いや、止めます。5回ぐらいガードした後の読み合いとかあるんですよ。へぇー。もうそれと、うん、あと、まあ、あえて食らったりとかね。へぇー。W に、投げ。逆っすね。逆に行ってしまった。さあ、中盤すかして投げ。さあ、W2 から W2。結構返しづらい。勝利をかなり積み出してるぞ。どうだ、可動はゲージが保ってるので打たないところを見て、前に歩いてキックしてきた。さあ、サッシュリューのゲージをチャージ。おぉー、見てから来たー、うわーい、なんかまあ、すまし顔ですよ。さあ、しかも、割とベガに対してはめくったと中パンチにするのがね、割とセオリーですけども、まあ、まあ、一応、フライ投げも警戒してるから、今、中足はもう割と確信になったと、うんうん、いいんでしょう。外足すかした投げ、これ、わかんないです。上に行くのはゆうべろさんが昇竜するか飛びたいんだけど、ハドきた、あのハドはね、あのカニには負けますからね、そこよく見ている、なるほど、さあ、飛んだ、おー、ギリギリ、おギリギリ、ゆうべろさん、むしろ今3段を狙いに行ったのでね、うわさ、ほば、ゆうべがワールドきた、うわよっ、ゆうべが間に合うか、あ、今、あえて遅らせましたね、あえてピオリリバーを送らせて、はい、後からガーレン出して、はい、最高昇竜できるっていう、感じでしたね、そこまで多分考えて、はい、僕も多分同じことですよ、はいはいはい、どうだ、ちょっと見せたか、中間から投げる、連打しすぎちゃうとね、はいはいはい、相手がほぼ打ってこない可能性があるから、なるほど、そこまでやって逆転目っていうのが多分大勝利、おお、そっちか、そっちだ、上りマリオ、ジャックス、行かない、また投げる、さあ真空気分けない、気分ですね、さすがサッシといったところでちょっと落ち着いてきましたね、うんうんうん、体のバックジャンプはもうほぼ安定です、ほぼ安定、ほぼ安定、さあしかし皆さんね、あれに合わせてデビリマがね、うまいですからね、さあどうだ、足場で誘ってそうダブル2というところ、うーと投げたと思った、さあ今勝利を透かしているタッチガード、今左右と、うん、中下段を両方中下を両方読み切ったっていう、全部見ましたね、さあどうだ、残り45カウントで、
さあ、この右から真空ガードさせ、あらららバックジャンプ読んだ大波動、正直にやってみる、どうだこれは、ハモキミスったか、どうだ打ちづらいところ、一発打って、あーまあ、いいジャンプ、エビネさんの顔見たい、あれ、確定じゃん、そうです、今、マージジャンプよく生まれなかったね、ね、うん、マージジャンプ、なんでやってかもしれない、踏まれなかったのかというところちょっとあれですね、まだユウさんも、うん、あ、これは見ればないですね、めくり竜巻、さあ、よくグラボしたか、引っ張り投げ、あー、うまいな、これ逆の逆でしたね、手前打ちすると思って波動でしたが、逆に来ました、飛んでいる、あー、これヒットナイトメア、竜巻暴れはな、竜巻暴れはね、非常にそのベガに対して足が良くて、うん、竜巻そのものが投げる時あるんですけど、ベアの投げた中盤に竜巻勝つんですよ、はい、だからあんまり勝負にする必要もないっていう、うん、あとお釣りがゴミやすいんで、そうそうそう、はいはいはい、もう竜巻やっときゃいいよみたいな、なるほど、竜巻だけやられるだけでも相当めんどくさいはずなんですよ、さあ毎回した三種子も毎回したかなり上手と、ダブルに投げ返してくる、リュウさん来てるな、あ、これですね、今の投げとあのグラつぶし竜巻みたいな感じですね、さあ、これもガードした、投げる強気、逆いかない、あ、打って、打ってしまったと、どっちだ、もう多分大サイコで削るっていうプランができてる、おー、ファイヤーが当たる、もうあと1ドット削ったら大サイコで削る、あー、来た、大サイコ、あー、ほら来ましたね、今、むしろよく勝利打ったな4点危険なところで勝利打ったと、そうですね、いうところ、ゆうばさんもよく今ね、一瞬待ってサイコに行きました、ここまで一旦挟んで、うん、素晴らしい、さあ、歩きガード、もうあと1度ある、ちょっとめり込みさせて見ましたね、よく落ち着きましたね、サッシュね、サッシュ落ち着きたので、さあ、ちゃんとバックジャンプ見てから、うわ歩きを予測して、あの先端は対抗落とせないですよ、何にも、あ、何にも落とせないです、はい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 、だからあの飛びってなかなか難しい、出川はね、さあ、どうだ、もうここから飛び込みを警戒してるんで、警戒とこのヘッドベースでしゃがんでかわせばいい、ね、バックシャンプジャパン、なるほど、スパコン溜めてもう削ればいい、あー、なるほど、昇竜落ちないですよ、今軸変わっちゃうんで、昇竜が落ちないんで台盤を早出ししたっていう、サシシはね、結構真上振り向きの対処は超うまいですね、いや、しかし、あー、違う、中央取り中な、祈らせてきた、さあ、フルセットですか、フルセット、フルセット熱いですね、マッチポイントは、おっと、何だ、さあ、サボス一発、これはペースを握った、投げる、オーバーか、あ、最後来た、まだあるぞ、めくりがあるぞ、さあ、サッシガードしている、サッシ冷静、もう処理パラシはしないでしょ、あ、どうだ、あ、した打った打つかね、まあそうですね、まあ多分僕も打つかもしれない欲しがるだろうみたいなところで、いや、その前のめくりがもうずっとガードだったから、うん、もうね、この体力差だなと思ったんですけど、まあでもね、自信がないから多分打ったんだと思うんだけどね、俺は逆にね、もう時間かけて倒せるんだったら打つ必要ないから、そうだとね、ゆうたさんの、ゆうたさん結構この 2,3 ドットで粘る試合、うん、はいはい、やっぱ多いんで、うん、結構ね、その読み合いに勝たないと長引いちゃうっていうね、はい、やっぱ意識持ってるプレー多いんですよ、はいはい、なので今の勝利あったかなっていうのはね、勝ったのはサシさんとなりました、よかったですね、サシさんが勝てて、はい、でもユウさんもすげえ頑張ったな、本当ですよ、うん、なるほど、いや、でも全然あれですね、こう言っちゃうんですけど、はい、結構そのユウベガさんに無様に負けていくのが、はい、今までかなりあったので、そうだね、うん、一緒にチーム組んだ時とかね、うん、無様に負けずいぶん引っ張りますよねやつは負けてるので、いや、本当それを払拭したし、ユウベガさんもやっぱり いいところついていきますね、なるほどね、いや、素晴らしい試合でした、そうですね、はい、では次の試合いきましょう、次の試合ですね、小鷹対大郷、なるほど、はい、ここはどうですかね、この試合は外列界でしょ、外列界でしょそしてサガット使いですよ、まあそして
キャラさ当然ガエルが、うん、梅原も言うぐらいガエルユリッショっていう感じだけど、はい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 、なるほどね、はい、この人、うん、だでじゃあ昔は、はい、いや実際 6.5 ぐらいで外流なんですよ、ガイルサガットって。でも昔僕も小高の弱かった頃に、はい、横浜で、はい、本当に矢田さんにボッコボコにされて、へ2人で2時間ぐらい挑んで一生もできないとか、うん、2時間そんなレベル、うん、スパツで2時間挑み続けたら結構な試合ですね。もう僕と小高で順番に挑み続けて、はい、一生もできないとかもう普通だったんですよ昔は。へもうそんぐらい矢田さんがもうずば抜けにうまかったんですけど、はいはいはい、だちょっとその後も、うん、私結構サブでサガット使うんですけど、はい、結構その小高とは相当数こだしまして、うん、私のサガット対、はい、小高対っていうので私のサガット対小高の少年と、うん、で小高のサガット戦もだいぶいいレベルになりました、はい、だいぶいいレベルになって、はい、実際今の野試合ではもう矢田さんの衣装できるという話を聞いてるんですよね、はいはいはい、そこまで言ったんだ、うん、まあ、お坊さんも別に小田原でやる必要ねえべえってやんないからね普段。あ、でもね、それで結構前よ。あ、そうなんだ、うん、最近やる。最近はね、やっぱね、小田原調整付き合いやみたいな感じまでやっぱ来てるんで。なるほど、うん、だひょっとしたら、はい、同キャラになるかもしれないですね。ガエルで、はい、ガイルガイルも多分ソニックのスピード自体とかは小高も速いかもしれないですけど、うん、まあ、そこはやっぱ流れの人間に俺勝つみたいな矢さんがあるかもしれないし、ちょっと分かんないですね、どの辺どうなるか全く分からないですか。ちょっと個人的にはガイルサガットも見たいし、両、はい、キャラはそれでちょっと確かにガイルサガット見たいっすね。ちょっと梅ガイルが詰まされた矢サガットの構図が多分出れば、うん、見てる側としてはあこれねみたいな、はいはいはい、それに勝ってんだったらやっぱ小高も成長したなと、あそうだ、ね、いうところが見れると思うんですよ、うん、だからちょっとね、ちょっと僕見たいです、うん、どうなるかっていうのは分かるんですね。なるほど、分かりました。それではじゃあ試合の方行きましょう。お願いします。あ、小田です、はい、ですね、この対戦実は多分ストツ初めて公の試合で多分対白虎そのもの初だと思うんでいや多分本当ないと思うんで、まあ、まあ実は厳密に言うと自分白虎隊ではないんですけど多いね、まあ、厳密に言うと、まあ、いろいろあるんですけどちょっと、まあ、話すと長くなるんですけど、えいやあの人が言ったの長くなるんですけど、今何のとか言ってるけど、まあ、あの人が、まあ、小高はまだいいべとか言って、まあ今ガエル対、まあ、プレッシャーかけられてる。いや、中立なんで、まあ、スト通会の中立立場なんでまあガエル対サガットの真髄を見せたいと思います。さあどうでしょうね、どう、王さんはどうなりますか。普通に喋ってますね。あれ、ビャコ隊じゃでいらっしゃらない普通だなこれまあ前回の、まあ、チャンプでね、ちょっともう胸を貸していただくつもりでね、小高さんにちょっと挑みたいと思います。さあどうなりましたね。まあサガットでいくのかな、まずは。まあまあサガットでしょう。どうか。去年前回サシシはまずガエル出して、うん、でガエル勝った後一回負けてサガットで。うん、勝ったみたいなやつだったね。まあ流線は、うん、もうどっちも強いんだけど、どっちでも強いからいいんだけど、ただサガットとガエルの流側のスキル的には、うん、多分まあガエルの方が得意だからサガットの方が大場さん的には勝率いいんじゃないかなと思うけどね。どうなのかな。どうしたの、大場さん風邪ひいちゃったの。この日ねちょっと調子悪かったらしいです。あ、そうなんだ、うん、なんだけどプレイヤーも全然すごいから、ね、まあ、うん、問題なかったんですけど、まあ、僕もそのリハビリ付き合ってるとやっぱりどんどん戻ってくるのが、そう、どんどん戻ってくるんだよね。あー、下がってまず来た。あ、まあそうでしょう。この組み合わせねやばい、私はもう頭痛くなりましたね。さあ、開幕ツアーズ、うん、さあ、垂直ね、これ結構回数が少ないですよね。で、一回逆転、うーん、おっ中足連打に対して流し、これ分かりやすく下がったのターンですね。なるほど、今よく間に合ったな。さすが、うん、しかしこのスタムを上げると前サガットも当たった。何それ。ああよくね、今ねガードしましたね、うんうん、いいかと思ったな。このターンの切り替わりがすごく分かりやすい気がする。ここはガエルは我慢して、なんとかサガットを使うところ。この端はね、サガットになるんですよ。へぇー、
弾は全然強いんですよ。ここからもう、ソニックムーンって先に出たらもうソニックのターン。これもうガイルのターン。なるほど。ジャクソンがね、非常に大きなりチームね。それも次は下がったのかな。ターンを崩すのはやっぱ飛びなんですよ、これ。これですね。なるほど。その攻撃だけ打ってないが実践できるお坊さんは、うん、そういった意味だと単走の組み合わせはかなり簡単。なるほどなるほど。さあザッカイラーを選択した時はガイルのターンになります。あー、よく下がった。うまいですね。なるほど、ね、仕上がってんの、小高。そうそうそう、神髄ですか。あのね、追突を中和して狩るのが超大事なんですよ。ちょっと難しいんですよね。へえ。ユウ1面なんですけど、はいはいはい、ただちょっと重ね気味な感じ。そうなんですね。着床式は1面なんですよ。はいはい。あ、なるほど、なるほど。おー、来ました。ガイル挟むんですね。ガイルを挟みましたね。さあ、やっぱり普段割とコタコタやってて、ここはブーキャラかと思ったか。お、ちょっと踏み込みたいが深かったですね、今。すごい踏み込みなんだね。ガイルブーキャラはコタコタの方が俺は経験値があるんじゃないかな。いや、経験値俺もそう思うんですよ。ただ、皆さんもう必要なところを理解してるので。確かに。さあ、相打ちで今のところ矢田さんが2で1000というところ下がることは最後が止まる、スタブにスタブ、テレカットのことか。さあ、さすがに本職ソニック自体はだからやや早いですね、うん、精度が高いというところ、裏剣の先置きは、まあ、小高の得意技なんですね。と言いつつ、あれ腕さんのパクリなんですけど、まあまあまあ、うおー、あれだけどこだ、あざっと、ね、うわバレてた、飛びバレてた。これですよね。だから勝つとすれば人間力で勝つ。そうだね。攻略じゃない。勝つとすれば人間力で勝つっていうところですよ。お前どうせ逃げんべって。さあ、やはりソニックの自体はね、やっぱさすがに本職がいいと思いますね。見てないですよ、それね。さあ、投げたのはコタか。いや、これだって地味っすね。でも、ね、この一度っとが致死量だから。なるほど、うん、さあ、スタブ実はあの距離が相当強い。ダイヤ2段目、これブレスト愛してたが、どうだ。あー、ダイヤ様、ね、なるほど。さあ、ちょい後ろ下がりソニック、これはそばっと押すかせるところですね。開幕の有名がまず難しい、うん、今のは小高がちょっとひよって中和しなくてすごくしましたね。相手が中和しかもしれないってことで、なので2つに勝てるソニックは打ち取れるそばって言うんですけど、そのに関してはちょい下がってます。まあ、お坊さんもすごいことでさっきから1回も飛んでないですね、最後の殺し以外は。割と小高が地上戦を仕掛けるタイプなんで、大事2段目、なるほど。ソニック、ソニック、さあ、もう削りに苦しい、振り返り、うおっと、あー、優勝権、素晴らしい。確かに、なるほど。あそこでそっと、あ、もうぼーっとしてる。ちょっと待ってよ、この顔。なんで、あれみたいな。そうですね、さあダメージを取れてる、取ってるポイントはどっちかとも、ね、確かにコタからそうですね、試合を使ってるんですけど、今いい顔してたな、いい意味合いが。まあ、お坊さんの声でもかなり小高は尊敬してるからね、うん、おー、裏剣経験値ですね、あそこで裏剣を出す選択っていうのは。まあ、我々なんかね、あれを大会になってやろうなんて思っちゃう。ほら、中和して妥協していいところを裏剣出すっていうことは相当、そうそうそう、ね、やってないと難しいですね。まあ、試合としては小高のペースになるんじゃないかなと思ってるけど、さあ、どうなりますか。しかし、ややさんのラインの前のサッシュを一緒に見れば分かると思うね、やっぱり一級品なの間違いないです。ちょっとソニックリハビリできますよね、うん、試合中にリハビリしてる感じがする。違う違う、お、逆に大キック、逆に大キック、こっち資料ですか。さあ、これは、あ、資料です、資料です。小高、そろそろどこで飛ぼうっていうのしか多分考えてないです。お、
あ、今ソニックミス。今多分ミスですね。今多分ミス。ほら、ここなんですよ、小高の弱さは。でね、頑張ってほしい。あのね、小高こういうの飛びね。ほら、浅いんだよね。浅いんすよ。小高こういうの飛びね。浅いのよ。人間力。人間力ですね、これは。これは人間力。もし小高がすごいプレイヤーだったら、今のバックジャンプを上り切りしてるんで。さっきの見て。頑張れ、小高。下手したら、本当にスリーポイント取られる可能性ありますね。うん、やりきりたい人間力。いや、確かにね、あの場面で、この気持ちは飛ぶのって間違いないんですよ。でね、飛びから試合を作ってくることがあるんですけど、はい、ちょっとそ飛びからね。そんなね、普段やってないから。こうですね。こういう、だから、なんだろう、対策、はい、ソニックの回転に対する対策については、もちろんこれなのが、うまいんだけど。うまいんだけど、やはり人間で勝ってるのに、ちょっと、おお、逆の逆。うわぁ、やった。ほら。うわぁ、うわぁ、すげぇ。スポーツしましたね。まあ、格ゲーは攻略じゃねえぞ、みたいな。うん、いやぁ、見せてくれますね、お父さん。すげぇなぁ。この顔。この顔。パニックですね。ちょっとパニック。ちょっとパニックな感じ。さあ、色も戻して。あぁ、ソニック。おかしい。ポイントも作ってるのも。そろそろだから、このお父さんが相手をリサーチ終わった感じなんで。さあおかしいぞ、ソニックの精度も小高だね、読み合いのポイントを作ってるのも小高だのになぜか平野さんが勝っている確かに。さあこれが横浜の縮図景品トーク戦は大物の支配か中足の戻りソニックさあやはり追い詰められているのが大物なのにどうだ、ここは小高が競り勝ったな。さあ、ゆち、まだ一個だから勝っている。もうあと20秒、あ、致死量。これはきつい。おっと、ダイヤチ止まないで、逆転。王が、どうなってるの、リードしてるか。王さん、同点。王さん、負けてない。あなたは同点。すげえ。人間力が勝っている。ジャンプしなかったら、下段くらったけど。下段だとしろよ。投げだと思ったんですね。投げだと思いましたね。ズンズン来てますからね。今のスタブもない。さあ、なぜ負けるのかわからないといった小高の表情よくわかる実際精度は小高の上、あ、1よく持ってった。さあこれがため時間を見せて、さあちょっと小高のところに余裕ができるんで飛ばなくなるから。おっと同時に言うだけ歩いていたのでプロになったもんでしょ。おっ、さあ打ってきた、うん、台足中足を狙っている。さあ、カージャンプしたか、後ろスポット。これは、小高やっぱり読み合い拒否。ああ、今のはちょっとまた様子見ましたね。ドローはラウンドつかないですね。つかないです。最近のそういうとこやったんですね。なるほど、なるほど。2回ドローになると、もう終わり。あ、そうなんですね。両方終わりでも、いや、ラウンドフォンなんだけど、大丈夫。あ、そうか。ラウンドフォンはその本当にファイナルなんで、それを勝った方がいい。はいはいはい。さあ今回も八重さんが先に画面端についた形ですが、奥井裏剣に対して今度はシャガチュー入れ始めてきたね、うん、で相手のシャガチューに関してはまた八重さんがちょっとずらしそうにいくとかね、ちょい下がるとか。さあ小高はそういう工夫もできるんですけどね、とっさに乗るっていうのがちょっと苦手と言っていいでしょうか。そうですね。うわ前ジャンプしてこれは、前ジャンプした後赤かったぞ、今の飛び前ジャンプ、あ、来ました。できない。さすがやっとっとっと、なるほど、そしてまた2位ですね。素晴らしい。下がっとこがまあでも俺だったらガエル行くよね、この流れだったらね。このやったらガエルですかね。いや、ほんと小高のこの表情どっちなんだろうね。ちょっと佐賀とも見たいですけどね、うん、そう、うん、いいとこはまだ見れてないから。いや、ただ、ね、1回勝てってなってたら全然あると思うんですよね、佐賀とかも。そうですね、だいぶ気がするな、この流れで。カーソルでも動いてる音するから、あ、戻った音が聞こえたんで。え、なんでますか、フェイロン、間取ってフェイロンみたいなないでしょ、そ間を取るって。あ、来ましたね、やっぱり逆来たぞ、佐賀とも来たぞ、男ですね。さあ、男っすね。開幕はソニック狙った大パンに対して中足。これを裏剣を食らって、これも、これも裏剣を食らって、その後どうするかというところ。大パンしてー。
垂直。小高の垂直を抑えることができるのは横浜戦の証。さあ、2に対してもさっきの展開とほぼ同じですね。苦しいですね。こうなっちゃうと小高はもう飛ぶ必要がなく、もう余生を過ごすってやつですね、いや、しかもね、飛ぶ必要ないですけど飛んでいいんですよ。なるほど。飛ばされても全然まだいけるし、タイムも狙えるんで、もう残り20何秒余生を過ごせば、そうだな、はじはじであれをやりきらないと勝てませんが、そうそうですね、飛ばされたり打ってないしないと勝たないんですよ。あ、ちょっと最後に引っ張った。はあ、どうだ、中と大を多めに打ってきて、今日は小高がジャンが見えてると判断したか。はい、OK。これでもガイダンスですね。あ、落として、カラトのダウン。今、シュッと中盤で。今度はさっきのソマットを読んできたぞ。どうだ、これ、スクラブ。はい、落として。ずらしているタイが飛び落とした。さあ、旗色が変わるか、垂直に読めている。あ、すごい。あれでもちゃんと待ってみるのすごいな、小高も。これは1、あー怖い。さあ、押し切っていく。いやー、なるほどなるほど、圏内。なるほどなるほど、すごいいい試合。やばどうなんのこれ。やばいぞ、緊張してきた。小高が全然ソニック打てないもんね。すごい。さあ、一番の負けパターンはあの弱タイガーを爆散したこと。どうだ、あー早い。うわー、ソバット呼んで後ろ下がり、後ろ下がりのタイガー、あのソバットの下タイガーをくぐれる。おお、大空ジェノサイド。いや、いいの確定してんすか。マンガと同じ展開。やばいぞ、撃ってない、撃ってない、撃ってない撃ってない。何これ、出ましたね最後。後ろ素晴らしい。小田が昇天した顔してましたね、今。小田が昇天しましたね、完全に。漫画だったな、今の。いや、これ来ましたよ。対空ジェノサイド来ましたよ。想定してなかったですね、漫画見ました、最近の。見ました、見ました。これですよ、完全に。完全に。しゃかってたね。完全にしゃかってましたね。しゃかってましたね。素晴らしい。しゃかってる。素晴らしい。完全に来ましたよ、ゴールドセイントが。ちょっとびっくりしましたね。これでもむしろ最初出しといてよかったですよね、うん、最初出しといて、うん、今日の小高のリズム読んだんですよね、うん、で垂直の度合いとソバット、はいはい、あんまりソバットないですよね、うん、割と垂直とか飛びに結構回すタイプで、はい、ソバット毎回そんなことないですけど、うん、それをむしろ一試合目食らったことによって最後、うん、さっきのそのソバットのタイミングでちょい下がりタイガーをすることによって、はい、ソバットの終わり際に、うん、タイガーが刺さるっていう、絶妙なタイミングプラス垂直もした時は打ってなくて足したキックで相性ってっていうのは、はい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 、うん、1試合目の、うん、もう開幕だけちゃんと垂直食らってたんですよね。食らってた、もうそこは食らってもう食らわないっていう、いやだからこの、あれですよ、人間ってやつだから完全に、まあ、これやっぱキャラ差があるんで、はい、もしガイラサバットタイムしたら、うん、まあ、最近ね、最近 その横浜川崎調整聞くとやっぱコタ結構勝ってるらしいんですよ、うん、タイムは、うん、まあ、そうなんですね、はい、ただとここで1試合目の負けを糧にして最後の試合であの内容はちょっとやばすぎますね。そうですね、このさすがこのすごいですね。小高はね、あの1試合目と3試合目関係ないし普通にジャンプしてくれた。そう、1試合目と小高はむしろ1試合目勝ったんで、まあ、むしろ同じ動きしちゃったところなんですよね。はいはいはい、へぇー、あらこれはちょっとさすがいい試合です。さすがとしか言わないですね。モモさん、乙女座だったんですね。ね、すごいですね。あと、まあ、そのとある漫画からすると、まあ、社会がそういう風に一つの会に3人しかいないらしいじゃないですか、ゴールドセイント。そうです。あ、そうらしいですよ。だからなんか、おごう、アニケン、梅原。あ、そうなんですね。3人しかいないらしいですね。僕、魚座なんですけど。そうですね。我々は3月生まれなんで。ダメなやつですね。そうですね。はい、だから、はい、他にね、アクアとかね、ハナマリとかね、あの3月生まれ、エータとかね。なるほど。なるほど。いいですね、乙女座の釈迦。あ、でもすごいいい試合だったな、今。ちょっと素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。いや、ですね、これは王さんと素晴らしい、乙女座の王子と乙女座の王子乙女座の王子ですよ。王子と何座でもない、小高。
B 型小高B 型の小高がいやこれちょっと小高の顔もうちょっと少しかったですね。そうですね、確かに表情は見たかった、うん、これね多分ものすごい顔してると思うんですよ、うん、小高ですね、はい、というわけで次の試合行きましょうか、はい、次の試合ですね、フジモン対ゆうべがとなっております、うん、この試合なんですけど、あの試合の途中でちょっと音声の乱れがあるようなのでご了承いただければと思います。はい、申し訳ありません。はい、ではこの組み合わせの方解説をお願いいたします、はい、もうさらっといきますと、はい、フジモンゆうべがこれ DJ ベガは、はい、マジで DJ 超有利だと思います、うん、超有利、超有利です。ただ、うん、U さんだけ DJ に戦えるベガ、うん、っていう、まあ、唯一無二なんですけども、はい、フジモンはキャラ、まあ、1回目の時に解説したのかな、はい、キャラ差がある組み合わせで DJ が有利な組み合わせは、はい、もう間違いなく強い、うまいですね、もうあの、まあ、伊藤っていうすごい DJ もいるんですけども、うん、はいはいはい、その伊藤 DJ はねどちらかというと玉戦組ですね、対玉で自分が不利なキャラね、はいはい、だけどフジモンはもう徹底的な作業がうまくって、はい、だから結構詰まされるみんな、だから多分普通だったら詰まされるんだけど、はい、ユウさんがどんぐらいいくかなみたいな、なるほど、はい、結構ねベガ側も、はい、そのここの間合いだけ唯一エアスラ見てからヘッドプレスできる間合いっていうのが、いや本当厳しい間合いなんですけど、はい、あるんですよ、うん、そこだけちょっと、はい、ベガのいける間合いなんですけど、うん、そこってベガ食べなきゃいけないじゃないですか、はい、DJ 側は、まあ、割と前に出てもベガ面倒くさいし、下がってエアスラも面倒くさいっていう、はい、溜めてるところを 見ていけばって感じですよね、うん、そうなんですよね、なんでね、でまとまり疲れちゃうと、はい、まずめくりで一発で終わっちゃう、ベガがめくりがガードしづらい、はい、でしかも下段からのコンボも痛いっていう、うん、はい、しかもループしちゃうんですよ、なので投げか下段かをちゃんと読まないといけないっていう、めくられたら、なるほど、うん、それはどっち食らってももう始まっちゃう、そうですね、始まっちゃうんですね、なので、はい、だベガも上からこうぐわぐわってこう幻影して、はい、あのデビリバとかでごまかすとか、はい、まあ、そんな感じになるんじゃないかなと思ってますけど、今後はベガ側がきついと、そうですね、そうですね、まあ、そサクッと終わるんじゃないかなと俺は思う、なるほど、はい、じゃあ果たしてサクッと終わるのかどうか見ていきたいと思います、はい、それでは試合お願いします。まあ、次はゆうべがさんと対戦ということで DJ ベガ、まあ、これもまた DJ ユリだと思うんですけど、まあ、ゆうべがさんすごい怖いんで、あの負けないように頑張ります。龍太郎さん見ててください。わかんない、誰や、わかんないでしょ、誰も、誰や。龍太郎さん見てますか。これね、あの LINE の龍太郎っていう大阪の龍使いがいまして、はいはいはい、あの超子さんで8月までに、仕上げときますんでよろしくです。これはですね、あの8月に送った3-4が龍太郎さんとチーム組んでるので、はいはい、っていう発言なんですよ、なんですけど当日来れなかったっていうですね、龍太郎さんがそういう悲しい結末があったんですけど、うん、ぜひここの試合見てほしいですね、龍太郎さんに。龍太郎さんは、はい、さっき言った人で勝つタイプの龍使いと、はい、そのまあ、極めて安全に波動で勝つタイプの龍と、はい、あと龍太郎タイプとかいて、ベガの嫌なことだけして勝つっていう、なるほど、はい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 、のでメスコミ目の敵にしてるんですよ。へー、ベガ戦は人間が終わっとるとか言ってるの性格悪いやつだね、はい、さあ、うん、しかしね、長いみたいでね、これすごい子さんのプレーなんで、あ、そうなんですね、うん、さてさて、どう出ますか、厳しいな、ベガ。どれだろう、一回でまとまり疲れると非常にきついですよ、ね、ベガ最近弱いですよね、はいはい、でもよく見たらめっちゃ小さいですね。そうなんだ、卵2つ入ってるぐらい入ってますね、あれ。ベガがね、このね、唯一しゃがみ中キックが DJ に入れてるとこなんですよね。さあ、これが良かったら、ベガ言ってると危ない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 、一回あのスライディングポロッて食らったら死にます、ね、死にます。これを例えば潰しに行こうと思ってヘッドプレスするして、これですね、これ落とされちゃうとまたそれもループするんで、なるほど、何もできないです、実は。へぇ、さあ、これあー、送らせてきましたね、まあ、勝つとしたらこういう最初リードさせて、しゃがみ中キックをうまく使わせないですよ、うん、今だからしゃがめばあのやり過ごされちゃう、危ない危ない危ない、確かこの藤本のヒット確認がないですよね、すぐザロシェンがいるっていう、さあ、しかし無理やり最後はさ、もうダッシュみたいになってた、危ない、結構だからヘッドプレスの発生もそんな速くないんで、うん、今のエアスラに引っかかっちゃう、見てからじゃないんですよ、はいはいはい、見てから見たらいいってもんじゃないんで、うん、
できればゲージ貯めてね。あー、これですね。これ、よくガードするの。なんであんなガードできるんですかって、やっぱ雰囲気ですって言ってたから、ね、もうそんなレベルです。流れの経験ですよね。なかなかガードが当たってくれないと思う。苦しい。おお。死んだ。これはいや、ミストなので。ほら。なるほど。行きましょう。行きましょう。スマッシュが押すの。あぶねえ。また今は苦しいだけかもありましたけどね。まあ当たってラッキーで、これはユウトさんにとって非常に美味しい展開的にどう。フジモンは緊張してるのかね。大会で緊張するタイプじゃないように見えるんだけど、さすがにこう周りのプレイヤー的にちょっとタイプ勝負さっきミスってましたね。そうですね。さあ、これしちゃうんで、ゲージもちょっと溜めづらいっていうのが、なるほど、ベガリンベガが非常に強い。さあ、まだこれ強いぞ。あ、おー、ピヨット早っ。死んだ。ああ、ちょっとダメましたね。あー、なるほど、どっちにしろ OK か。ベガ有利かな。ユーベが有利かな。うわぁ、さあ、フライキック。さあ、しかしここはジャックを当てる。まあ、飛ぶしかないですもんね、どっかでね、ベガは。なるほど。うわぁ、さあ、これはもう無理やり飛んでって感じ。固め。イタクが下段をついている。楽しそう、DJ。そうなんですよ、DJ はしゃがみ中キックだけで転ぶんで、唯一。はい。気軽に打てるんですよ、発生めちゃ早い。少ないんで、気軽に打てるね。あとこれか、シャンプーだな。そうですね。さあ、どうだ、ヘッド手塚さんね。そうですね、対空にもなる。あ、これ食いぐらい、うん、ほら、めく、絡まれて。削り切らないか、どうだ、まだあるぞ。投げる。あー、大パンチ。今の大パンチの意味は全然わかんないですけど、でもなんかまあ何かしら動いたら当たる。ここの発表ね、超速いですよ。2か3とかだと3ぐらいだったんですよ、うん、確か。そうですね。ユーザーさんはむしろ動けてますね。動けてる。この姿勢が動いてると美しいでしょう。これ大変ですよ。これでもきついぞ。これ動くガードした。一応今 100% ガードしてますね。そうですよね、うん、素晴らしいガードしないですね。さあ、これでフジモンが割とその逃せまいとする二択の中足とか、はい、あの出っ放しの着パンとかで、うんうん、あれやっぱメガってジャンプに逃げるのが早いんですよ、はい、他のキャラより、うん、でそれをさせまいってするっていうところをうまいですよね、はい、なるほど。さあ、ちょっとこれミスが逆に、うん、どうだ。あ、大パンに。ずらして、大パンを今度読んだんでしょうかね。そうですね。大パンを潰すようなダメに。さあ、キムさん、よくこれはダメージポイント少ないところをね、確かによく取ってます。でもさ、あの、四天王のボスが新キャラに超苦しいっていう構図が。あ、これですね。あ、これですね。これですね。これなんすよ。ですね、出しっぱなしですね。出しっぱなしは非常に強い。通称セクティックと言われる。なんか DJ 出しっぱなし系の感じますよね、うん、まあ全てのパ技の判定が強いんですよ、はい、ああ、なるほど、これとかそうですね。何やっても判定が強いんで、はい、まあ、とにかくなんか置いてるとかなり強い。かといって差し返しもやりやすいし、投げ返し、あれですね。おお、見てこれ、いった。どうだ、なるほど、最高。素晴らしい。いやー、素晴らしい。ちょっとニヤニヤしてるか。ちょっと悪い顔出ちゃったね、これ。どっちかっていうと、確かにフレームちょっと焦ってる感じがしますね。フレームが大キックもらったり、ダブルにもらってる感じがします。フレームが、確かに言ってる通り有利な気がしたので、割とガードでいいっていう場面を、ちょっと無理してる感はあるかなと。チューブとかだとやっぱりこう何十本ってタイマンをするから、うん、まあ、こう決まったちょっとだけの試合を取り切るって言った時に普段通りの動きとか結構捨てられないところが出てきて困ってるような動きかなと思いますけど、うん、あ、焦った、フジモンが焦った。今のね、チューパッチ2回目はもう、あ、しゃんぐらい下りで勝負したが、
あ、よく出したね、今ジャッキー。うわー、うまっ。なるほど。うわー、今はさすがにナイスメンじゃないか。難しいですね。そうですね、判定強い。さあ、しかし夕方も内科師もうまい。投げるって、うん、中キック下手に投げに行って転ばされたらそこから死ぬんで、ね、なので、あ、これも、これも死ぬ、これも死ぬ、あれれれ、よくガードしている。さあ、今逃げも今の、今のうまいな。攻略はやっぱズバ抜けてますね。皆さん結構ガードしますよね。逃げるときに逃げるみたいな。垂直ジャッキックも受かったら次バックジャンプ大キックで返してましたけど、ゆうべが。すごいなぁ。さあ、ヤスラモード。これも非常にきつい。さあ、とりあえず画面足を逃げたが、どうだ？トリガーまだあるぞ。ここは一回距離を取る。ヘッドプレス合わせていくが、どうだ？今度はネビリバ。ネビリバ、上から行く！ライトメア！やっぱり上からゴム数しかないですね。なるほど、うん、下手に突き合うと上から降ってくる。あのね、頂点からのデビルは本当に岩さんと使えますよね。岩さんしか使えない。使えない。あれをめくり立てるって非常にうまいですね。対空がもうガチでワンボタンでいけるんで、うん、なかなか確定した。どうだ、全部勝っている。あー、いい、まあ、しょうがないですね。これがもう DJ リパターン。これが DJ リパターン。なるほど、うん、サクッと合わなかったですね。もうそうですね、ま、セットですね。やっぱりこの人は粘りが、うーん、粘りのプレイヤーですね。さあ、ふんのどちらかといえばこの余計なダメージを食らってるように見えるんですよね。なので、うんうん、さあめぐり、あー出した、ひよってる。さあ、お手軽コンボでコミュ力、非常に苦しい展開。開幕でももう強く安く打ってるっていう感じなのかな。もうだからある程度空気に馴染んできたのかもしれないですね。さあ、やすらやすらフェイントになっていく。どうだ、これはうまく噛み合った。おお、だからあの体育中足は一気に勝ちが狙える。いや、うまいな。エアスラ読んでヘップレ当てても終わりだからね、うん、ベガ側は。それが、あ、オーケーじゃん、あ、ミスったぞ。あ、ラッキー、結果折れたですね。フルセット、おー、フルセット、何これ。この人また無事もちょっとミスが少し目立つといった感じか。あー、行ってしまった。すげー早い。あー、あらららら、削り圏内ですよ。あー、終わった。一瞬で終わっちゃった今最後。もうこれが、まあ、キャラ勝ちしてるところ。なるほどなるほど、今のがまさにって感じですね、今の勝ち方が。確かに、まあちょっと内容的には藤本ちょっと後悔残るんじゃないですかね。そうですね、うん、ちょっと余計なダメージもらえちゃったかなと。最後が本当にその DJ が有利っていう感じの展開になりましたけど、うんうん、でも 2-2 でしたね。でしたね、最後にいきましたね。その昔のゲームってやっぱ有利不利の差がすごいでかいはずじゃないですか、うんうん、でもこのゲームに関しては不利側がその前線するし、なんなら勝ってるから本当にその 6.5 とか7とかよく言ってますけど、 6.5 までは、うん、まあ、嘘だろって思ってたんですよね。 3.5 までは全然、いや、むしろ 3.5 までは勝て、うん、勝たないとおかしいだろぐらいの。いや、言いたいだけじゃないですか、それもう 6.5 とか7とかって。いや、なんかもう実際は前ら 5.5 とかだろうって、この人。いや、なんか、ダコタの教えは、うん、4-6は絶対勝てるんですよ。4-6負けたら、お前何やってんの。何それ、確かにね。4-6で負けたら、6側って何なのって話じゃないですか。なんか、その、言われるんですよ。なかなかそう厳しくて、4-6で負けたら、はみたいな感じで、なんか言われますね。言われてね、言われるよね。なんなんすか、そう言われちゃうんですよ。で、なんか 3.5 がちょっとしょうがないレベルで、はいはい、なんかさ、もう3段以上はさすがにもうちょっとガイドランみたいな決めさんで、はい、逆になんかね、励まされるっていう、頑張ったみたいな。励まされるとか、3.5 までは、はい、なんかさ、いや、あれ勝つだろ。もう厳しいですよ、すごく厳しいです。なんか厳しいぞ、非常に。なるほど、そんな感じですね。ここまで全部フルセットと。フルセット来てますね。長いな、はい、試合が。そうですね。本来サクサクいくはずですよね、このゲーム。いや、そういえばね、はい、うん。試合自体はまだ短いんですけど。はい、はいはいはい。というわけで、次は第4試合となるんですけども、その前に次回告知があるということで。なるほど。はい。こちらの方行っております。まず9月6日木曜、サード尽くしとなってます。こちらですね。カードも言っちゃって大丈夫ですよね。はい。フロバーサス RX。RP VS マツケン、そしてデシケン VS リキマルと
やるの？やりますよ。やるの？そう思うよね。やりますよ。弟子剣対力丸なんか来ましたね。ついにそこやっちゃうみたいな。あ、そう。なんかその、はい、なんていうんですかね。これと、はい、あとなんか、はい、ユンチュンリーの最終形だよ。はい、なんかこれやっちゃったらもうサードは終わっちゃうみたいな。はい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 。気がしたと思うんですよ。なんかリーダーさんね、天使郎対ラオみたいな。そうそうそう。あともう時計があるしかないみたいな。はいはいはい、そういうのあるじゃないですか。そうですね。はい。もうその本編のそこやっちゃったらまたもうその時計じゃないみたいな。そうだよね。はいはいはい、うん。ちょっとそういう感じありますよ。そうですね。はい。なるほど。はい。そうですね。こちら UDL 格ゲーチャンネル番組スケジュールの方が。上コメントの方から飛べますかね、はい、こちら見ていただけると、はい、格闘ゲームに関する番組一覧として見られますので、はい、うんうんうん、すごい今日徳らしいですよ、ついに。あ、そうですね、はい、帰ってきた徳ら、帰ってきた徳ら私実況徳らファンなんですよ、私だいぶ。僕も大好きなんですよ。どこか行ってたの徳ら。いや、いや違います、あの一回あのサードリーグやってたんですけど、うん、はい、それが終わってしまったので徳らさんの出番が、あ、はい、あ、そうなんだ、はい、あのぜひちょっと特攻部位も聞きたいので、そうなんですよ。お願いしたいなと。そうなんです。あれエボ期間中にあったんですよ。あ、そうなの。なんで、あ、そうなの。中継するっていうネタを一回やってて、失敗したよ。痛かったな。はい、あ、でもこれはキャベツさんもサードやってるから、はい、もう見てても分かりやすい。そうですね。はい。なんか剣使いですかね、はい。そうですよね。はい、剣使われるんですけどね。で、はい、とまでやった徳田さんはあのまあ今回あんま関係ないですけどね。うん、登山の下りが非常に好きなんだけど。ちょっと期待してますが、ね、僕もぜひ見たいし、非常に、うん、あれですからね、徳実況いいですね。そうですね、はい、いや、サードの実況するショーってなんかみんな徳田さんに寄せてる感ありますよね。そう、それは石のせいな気がするんですけど、はい、言い過ぎて、すいません、失礼しました、はいはい、失礼しました、はい、というわけで、はい、こちらぜひご期待くださいと、はいはい、そしてもう一つ配信と違うんですけども、9月16日スト5福井対戦会をやると。お、福井で、うん、福井で対戦会、上の方ですね、はい、だと。これ参加費が3000円ぐらいかかるんですか？無料です。いやー、嘘だー。ゼリネイル無料で行きます？やりますね。大丈夫ですか、無料で。3000円ぐらいかかる。あ、いや、それでも開催費はもちろん、はい、あの無料ですよね。行く人は誰もお金なしに行けるってことですね。そうですね、行けばもう無料でその対戦会が、ね、はい、参加できるというふうになってるということですね。大丈夫ですね。はい、いいね、無料か、まあ、マジか、まあ、学生とかも行けるし、学生も行けるし、はい、だからもう北陸勢もちょっとだからあの遠い方もいるかもしれないですけど、うん、ぜひ北陸の人がそうですね、もう行ってほしいですね、はい、無料なんで、はい、そう、無料なんで、無料なんで、最近ね、ゼニディールなのに無料ゲーみたいなのを始めてる気がしてならないですよね、なんかあの、まあね、なんかアイテムで課金されてる、本当にあのこの横で見てですね、はい、キャベツさん、台本素晴らしいっていうのも、あ、でもね、学割とかないんですかっていうコメントが、他の有料とかで、はい、なんだろう、対戦会で見たことがあって、あ、そんなのを気にする、はい、世代もやっぱり5をやってるから、本当に門戸が広いっていうのはあれですね、行きやすいかもしれないですね、うん、ですね、はい、というわけでね、はい、ぜひご近所の方は参加していただければと思いますので、うん、はい、よろしくお願いいたします、まあ、福井に足を運んでも全然いいですね、うん、そうですね、はい、ぜひ、はい、参加していただければと思います。はい、それではじゃあ本編を戻りましょう、は、はい、第4試合ですね、はい、こちらが軍勢対オゴとなっています。なるほど、軍勢オゴ、はい、どうですかこちらの組み合わせは。これオゴさんは、まあ、ガイド出さないでしょうね、まあ、まあ絶対出さない、絶対出さない、もう彼のプライド的に絶対下がっていくと思うんですけど、軍勢さんはオゴさんが唯一認めるそのサガット戦の残儀なので、はいはい、多分結構やられたんじゃないかな前はって思ってますけど、でもその後、まあ、さっきの見た通り、はい、それだけじゃ絶対に引き下がらないので、ちょっと展開が分かりづらいですね。なるほど、どういう展開になるのか、うん、作りはめもできないし、いや、サガット残儀はね、任せてください。あ、なるほど、知ってる、知ってる、俺結構残儀戦やってるんですよ、知ってる、はいはい、知ってますから、知ってる、あのすいません、ん、いや、なんか、はいはい、これね、サガット残儀はまず、うん、どっちが有利かが未だに結論出ないんですよ。あ、そういう組み合わせなんですね。だから、まあ、要するにゴムなんです、多分ゴムなんですけど、なんですけど、まあ、ちょっと派閥があって、はい、私はちょっと下がっている感じですね。
なるほど、サガット有利。サガット有利派は結構サガット使いに多くて、うん、4代目くんとか、うん、私、八重さんもそうですね。その辺は、うん、サガット有利派ですね、うん、逆に残儀使いは、はい、ちょっと分かれる感じで、うん、残儀有利派と残儀不利派に分かれるみたいな、まあ、得意不得意みたいな感じですかね、うん、感じなんですよ、うん、で、残儀の通常技が非常にサガットの下対外に相性いいんですよね。はい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 、立ち中キックとかしゃがみ大キック、うん、あとその軽なりを先に出しておくと、はい、大対外を抜けて、はい、大下対外を抜けてしゃがみ大キックが確定するとか、うんうんうん、あと立ち中キックがそのサガットの大出しとか下対外の出かけで抑えるんですよ。うん、で非常にその残儀の立ち中キックに対しては隙が少ないんで、うん、それに対して対抗したのが少ないという形になるんで、地上戦が非常に難しい展開になるんですよね。はい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 、なるほど、うんうん、でそれに対してこれがこんな手がこんな手があってこんな手ってっていうのの間合いと、あと飛びが低いので落とすのが難しいっていうのと、うんうん、サガットの背が高くてアパカが出しづらいんですよ。はいはいはい、互いじゃあ飛びそうっていうところなんですけど、はい、意外とサガットの飛びもリッチ長くてダブライで落とせないっていうところが多くて、はいはいはい、か分かりづらい組み合わせなんだね。で祈りね、そうあのね、素人が見てて、うん、これどっちがどういう読み合いなんだろうって分かりにくい、うん、非常に、ね、分かりづらいですよ、うん、ね、その匠同士の多分対空とかをしてても多分本当は難しいんだけどっていう感じですね。そう、そういうふうになるんですよね、うん、難しさが伝わらないので、うん、僕とケベさんはおーおーおおって言うしかないんで精度の勝負になってラシエルまで最後にゼロサイドで削れるっていうところで、うんうん、下がってると思ってるんですよね。あそこの部分だけで、そこの部分だけ、うん、あとはほとんどゴブって思ってます。なるほど、でこの話を読んでるくりしたら、うん、それ非常に同意しますって言ってくれたんです。なるほど、わかりました、うん、っていう感じなんですよね。はい、それではじゃあ試合の方を見ていきましょうか。お願いします。とこの対決、あのすごくえなんかゴールドセイントちょっとしたのいやあ、待って待って、ゴールドセイント認定するのは、はい、強行じゃなくて胸を借りつもりだからよろしくお願いします。釈迦兼強行、釈迦兼強行、強行、なるほどなるほど、強行。ちょっと静かにしてくれる。サガット残儀いう組み合わせ、あんまり世間に知られてないんだけど、このゲームで多分5本の指に入るぐらい面白い組み合わせだと思うんで、そうそう、うん、すごい、うん、そこを、ね、見せれたらいいね、はい、うん、お願いします。ジンジさんとしてはここは勝ちたいですね。やっぱボムの組み合わせは勝ちたいですよね。ただ八重さんね、この組み合わせめちゃくちゃうまいですよね。なるほど、フランスかフランス。これでガイル出したら確かに草ですね。これでガイル出したら確かに草ですね。これは確かに草です。さあ、さすがに八重さんもプライド的にね、サガットでいくでしょう。選んでますね。楽しいな、これ。さあやっていきましょう。ンゼザンギ対、そう、このね、タッチショーキック、アパカまで反撃しないですよね。ああ、なるほど。なので、お二人はスカスということしかないんで、はいはいはい、なんかもうちょっとはめづらいんですよ。スカスって難しいですね、難しいですね。ちょっと横のリーチは長いんで。さあ、地上戦で打ち勝てば、削りが入って、おーしゃー、下がやっぱ何だろう、これ初めて。多分こ、今、壊しを潰してたんで、そうですね。立ち壊を潰してましたね。新しいのかな。立ちジャンキックはしゃがみ大キック系に相性なんですよ、うん、で、まあ、実は今相性になっちゃうんですけど、出だかりとか抑えたりして立ち中キックと立ちジャンキックって相性なんです、うん、さあ、その差した、うん、どうだ、あー、しかし2回目のアタカ、ここですね、ここね、うん、ちょっと出しづらいので、うんうんうん、しゃがみ大キック、うん、これはむしろ置いてったという形、うん、さあ、地上戦を仕掛ける、どうだ、飛んでも悪くはないが、影縫いしてからの大足、ね、渋い組み合わせですね。そう、渋いですよ、渋すぎてね、はい、凄さがちょっと伝わりづらいんですけど、すげえ渋いと思いまして、これ、うん、うわ、うまくいったな、ここは、アイス取った、うまい、これは、ここで最大、間に合わない最大ですね、間に合わない最大、さあ、立ち台パンチ、素晴らしい。さあ、このね、ずらして打つのがうまいんですよね。
回転できた。あとずらして打たなきゃいけない理由は、さっきの勝ち中キックもあるけど、しゃがみ大キック置きで一歩操作したんですよ。だからしゃがみ大キックはやっぱさすがちょっとしておるんで、その後に打つタイガーとかが一歩操作にするんですよ。なので、あとまずずらして打つっていう。群馬さんもそんなにしゃがみ大キックしてないっていう感じですね。本当に今予習に聞きながらも分かんなかったので、だから相当難しいんだよね。いやだからこのね、今も同時に打ったので、今、うん、確定と思われた大キックを待って差し返したって形なんですよ。一応弱体が、ゴールドフェイントは出たこれ何ですか、投げ合いに、あとまあその、うん、あと一発でピョるんで、はい、投げと見せかけてっていう、歩き投げと見せかけてってあるんだよね。下の一発は何なんだろう、何調べよう。ちょっと下の辺は何だろう、グラップがないからね、なかなかグラ漏れを誘えないので、立ち上げキック一発どうだ、なるほど、しゃがみ大キック丁寧に打っていく、これですね、しゃがみ大キックがこれが一緒に、あーバカー、しっかり取れる、避けたところ大キック、アタカをガード、この大パこれだ、結構打ちますよ、勝ってるな、この削りですよ、これなんですね、最後、この2ノットだって残機側をね、決定度ないんですよ、なるほど、だから下がると近そのジャンプとも近づけるし、はい、壊してからの削りがあるんですよ、うんうん、これが非常に高いんですよね、まあ、スクリューループしないからね、うん、この組み合わせに関しては、このタッチジャッキ結構あの使うプレーも珍しいですよね、残機側で残機側タッチジャッキ結構使うプレーも珍しいですけど、これこの間教わったんですよ、レアさんに立ち抱き、立ち抱きパンチに立ち抱きがかかってる、分かってやってるんですね、そう、あれ分かってやってるんです、タイガーのあのミスじゃなくて、そう、タイガーのミスじゃないですよ、これか、これですよ、で、あれするとしゃがみ抱きが振らざるを得なくてみたいな感じになるんですけど、で、ゲンさんもくすかんで、うわこのね、立ち抱きパンチが渋すぎるんですよ、もう削りが見える、おあこれ今削りに行くはずだったんですけど、もう起死回生のよく出しました、弱経営で飛び込んだところを下がってましたからねすごいな、あーパカ打っていく、サガサガないから軍勢頑張ってほしいな、もうちょっとちょっとね、アパカ打ちすぎたん でバックアップ悪くないですよね、さあこのサガサガ相打ちになりますが、どうだ、あの大キック当てるのも超難しいよね、いやそうなんですよ、実はだから加減にしてるんですよね、アパカ打っていく、リバコの精度がいいぞ、ずらしたので相打ちになった、ね、どうだ、ザンギはもうこう頑張って頑張って近づいてスクリューと、うん、うわー、素晴らしい、何これ見えてんのまあ見えてますね、あそこまで、弾でコントロールしてる、弾で打って弾を打たないことでコントロールしてるんですよね、最高、弾がキック、今度は高台キックを刺している、下タイガーを追って、うわー、この地上戦に持ち込んで、持ち込まないときは打つ、この絶妙なバランス、回ったときは打ってない、どうだ、垂直を混ぜる、しゃがみ台キック当てたが、バックジャンプ無理はしない、あのガードいいでしょ、そしてここで打ってきた。しゃがみ抱きクッキー、さあ、これまた湯気が、いや、うまそう、厳しい、ね、これ絶対見た人、下がっと強いじゃんってなるよね、いやいや、あの僕ずっと下がっと強いと思って見てますダメだよ、お坊さん、ちなみに、あの中継者同士でやると、はい、残念立ち中キックを振ってるだけで下がっと何もできてしまう、そうなんですか、うん、なるほど、僕本当にそのこれ始まる時からサガットはその結構きついキャラって言われてるんですけど、試合見てると全然弱いと思う、1ミリも感じてないんで、サガット強いんじゃないかなって思うんですよ、オモさん見ると最初そう感じるんですよ、マジで、僕今のところまだ本当に1ミリも弱いなって思ってないですからね、それ本当感じちゃうんですよね、さっきの凱旋でちょっとだけ感じたぐらいです、あ、なるほどなるほど、あ、なんかさすがにきついな、ちょっときつそうな感じもあるなと思ったんですけど、これが最弱かみたいな、むしろ残機が最弱に見えちゃうもんね、そうですね、残機は今のところ最弱には見えますね、おかしい、あの立ち台パンチもまず残機の前歩きと、あとその立ち中キック当たるんですよね、あとダブラリにも同飛車以外は大体勝つんですよ、なのでこのすげえピンポイントで出してて、でもあれもしゃがみ台キックとかでは負けちゃうんで、
あれもむしろ軍手さんがそういう読み合いが分かってるから逆に有効なんですよね。そうだよね。分かってないんじゃなくて逆にもうタッチキックとしゃがみのキックしか打たないみたいな、なんか結構多いんで、逆に大パンチ打っても無意味みたいなパターンなんですけど、なるほど。今ねめちゃくちゃ怖かったんですよ。怖かったんですね。地上戦の。なるほど。あれもう波動打ってない飛ばした落としたが分かりやすいけど、これ難しい。そう。ね、これね、これはもうぜひ皆さんに。ザンギサコってやっていただいて、今の試合の凄さを難しいです分かっていただきたい。大野さん、本当レジェンド格言王ですね。で、あの飛んだ時だけ打ってないよ、今度は、ザンギが歩いた時と回った時は打ってないっていうのをやってたんですよ、ね。あ、なるほどなるほどなるほど。あ、そういうことか、そこに置き換えるってこと。そういうふうに置き換えてたんですよ、なるほど。難しいですね、なかなかそういう視点を最初に分かってもう一回見ると、もっとまた面白いかもしれないし。すごいな。いやこれもね、はい、で軍手さんが昔の試合、軍手さん対矢作さん見たことあって、軍手さん押してる時も見たことあるんですよ、俺、見たことあるんで、はい、だから、本当にいい勝負のはずなんですけど、なるほど、まあ、できればこう軍手さんのね、すごいいい動画とかを別で、ここで頑張ってほしいですけど、なんかね、X マニア外伝っていう、梅原プロデュースの、あの時に大会終わったその試合とは別に、エキシビジョンのその負けた人だけど、その人のいい試合っていうのが、まあ、付録でついてたんですよ、そういうなんか、この人のフォローみたいな、こいつ、本当すごいんだぞみたいなところもぜひ見てほしいなと思います、ね。まあ、グゼさんは相当強いので、今のシャーベット、シャーベ大パンチ、良かったですね。うん、私もね、下で用はだいぶあのカプレスレとして、はいはいはい、下の使い道をいろいろ考えて、で、ね、よね、そうでよ、やっぱカプレスレはちょっと下でこだわりがあるんですよ。多分カプレスレはする人も分かると思うんですけど、でよには愛着が、そう、愛着があるんで、はいはい、すごい、例えばその本田戦とかで使えるみたいな、結構研究してるんですけど、まさかちょっと残儀戦で使うと思ってなかったんで、お坊さんのでよですね、お坊さんのでよが来ましたよ、ね、なるほど、ちょっと僕すごい今嬉しいです、すごい嬉しいです、いいですね、いい発見を、はい。わけでじゃあ続きます。この後はもう、はい、あれですか？4試合目から5試合目から。次は5試合目ですね。はい。次の5試合目なんですけど、こちらはユーベガ対コタカとなってますね。うわ！ユーベガ対ガイル。これも来ましたよ。これどうですか？これガイル。これね、これわかんないな。これはね、X で向けにはガイル。で、はい、海外で向けにはレガイル。どういうこと？おかしくないですか？はい、ダブルキックだったらめくって即死するんだよ。あ、そうだよね。そうだよね。いや、ダブル一発食らったら2分の1でガイル死ぬんだって。そうですね、どっちがですか。で、ショックなんだけど、そっちの向けには、これは、あの、外遊です。言わないと、はいはい、あの、各業界の圧力が、各業界の圧力があって。じゃあ、ゴムでよくないですか、そこは。なんかどっち向けとかあるんですか。各業界の圧力で、ちょっと、これ外遊になる。うん、僕も実際ガイルだと思ってますね、まあ、でも言うてもガイルも転ばした後めくりからあるんで、はいはいはい、でもそれはそれは2回いるじゃないですか、まあいけるけど2回いるんですけど、分かりました、じゃあここは勝った方が有利、あ、そうしましょう、いいですよね、そうしましょう、はい、今日は今日は、はい、今日は、もうそれで決まります、それ言うと青石さん怒ってくるよ、そういう青石とさあれこれメガ有利って言うとおいよしおとかっつってどっかのゲームいいじゃないですか、自分で自分で証明してるってことでいいじゃないですか、確かに、ね、確かに、うん、勝ってんだから、うん、かかってますよ、ゆめがさんに全ては、ね、はい、じゃあもうそれでいきましょう、今日はゆめさんが勝ったらメガ有利という感じでいきましょう、はい、はい、あ、一旦見ますか、この辺でリーグ優が出るということなので、はい、一旦あ、今までの成績そうですね、はい、じゃ出てますかね、はい、お願いします、4勝が今3人並んで、これ結構接戦だね、上、はい、だから、はい、コタカが2敗しましたね、あ、だサシシがまだ残っていて、あれサシシさんでも勝ってましたね、サシシがそうだ、ユーベガさんに勝ったので、はい、多分4勝1敗になってるはずですよね、あ、なるほどなるほど、はい、うん、あ、じゃあサシシがもう1、サシシも今だから、そうですね、1に並んでるはずなんですよね、お坊さんが小鷹に勝ったから3、2か、はい、すいません、ちょっと待って、はい、あの王さんがそのキャラ超きついキャラ負けてるけど、このこれか弟子2人には勝ってるっていう、はい、なるほど、王さんの、 あの、うん、弟子2人には勝ってて、はい、内容で十分にレジェンド病を見せつけてるっていうのは、うん、すごいですよね、だからサガットだからやっぱりキャラ差があって、はい、優勝には絡まないんだけど、うん、そのキャラ差なんあんの、やっぱりだから課金したって意味が分かります、すごいですよね、うん、王さんが課金したって意味が、はい、確かに確かに、ね、なるほど、出ましたね、大丈夫でした、はい、王さんも4勝いきましたね、4勝いってるほら、
やべえな。え、これ全然絡む。絡むな。絡むな。だってこれ兄さんにお坊さんが勝ったら、まあ、兄さんと五勝ライン、五勝二敗でしょ。え、すごい。むしろこれ小高がちょっときつくなった、ね、で、おとちゅんさんはもう1回負けたから当然いけるけど、うん、1回で負けたらもう5勝2敗だもんね。小高さんは自力優勝がまず今は見えない感じがありますね。そうですね、うん、だから小高は前回の優勝が完全なかませ犬になってるってこと。え、待って、5… やった、厳しい。5勝が多分絶対出てくるでしょ、これ出てくる、出てくる。5勝が絶対出てくるから、もう小高さんはないですよね。ないですね、うん、あ、そっかそっか、うん、お互いの、そうだね、お互いの組み合わせになるから5勝、はい、軍勢が全敗ってすごいね。いや、この組み合わせよく差し勝つなっていう感じだもんね。あと DJ だけか。 DJ 勝ちたいね。 DJ 勝ちたいね。ということはこれ今優勝の目があるのは4人。でも U さんの試合が全部接戦なんだね。あ、そうね。だから失敗1勝しかしてないんだけど、もうほぼお坊さん戦以外はかなりいい試合を、ね、彼のプレーぶりが見えますよね。しかもその超不利な組み合わせでね、なんか勝ってるイメージあったけどな。いや、そう、接戦だからこういう感じ、ね、イメージ勝ってるイメージあるんですよね。キャラ差ですよね、そこは。なるほどなるほど。ベガはやっぱり弱い方になるってことですね。まだ ここでユウさんが小高にどうなるかっていうところ。そうですね。じゃあここも近いので、はい、あとまあベガは上位キャラにはまあいけなくはないので、はいはいはい、いけないけど、いけなくはないので、中堅はやっぱどうしても出ない。ゆうべさんとかと平君っていうちょっとその新進気鋭のベガス界でも知ったんですけど、はい、まあ、チュンリー以外はなんとかなると思ってるっていうふうに、うん、やっぱり言って、はい、そうですね、うん、まあ、それが非常にベガでいいところだって言ってましたんでね。だからオトチュンさん落としつつも2で食い下がってあと頑張りたかったってところなんでしょうね、ベガ、うん、さんとしては。オトチュンさんに2位つけるね、接戦できるベガ前回勝ってるから、勝ってるからね。ゆうべさんなんかここ数年なんかもう、うん、チュンリー使いに親を殺されたみたいな感じで、はいはい、だからどんなチュンリー使いにも、うん、かかってこいやみたいな感じで、そうそう、だからチュンリー使って勝てんのやとかって、でもちゃんとね、後で教えたりするんですよ、うん、あれですごいいい方なんで、うん、本当に。ただ、ゆうべがさん、もし初心者の方でやる方いらっしゃると思ったら、ゆうべがさんは手加減ができない方なんですよ。なるほど。なので、はい、そういうところでも容赦しない。そう、いや、そういうタイプなんで、はい、そういうタイプなんで、ちょっともしそこを期待してる方がいたら、そこはちょっと全力がゆうべさんの、はい、ゆうべさんなりの例なんで。なるほどなるほど。まあそれはそうですね。そうすると、そうすると、はい、昔の僕とはそうだったんですけど、うん、4試合ぐらい何にもできないで終わるとか、ずっと投げられて浮き身取ってるだけで終わるみたいな、はいはい、試合が多くなっちゃうんですけど、はいはい、それがゆうべさんのなりの例。はいはい、わかりました。ということはじゃあゆうべさんに入らなければいいと思います。そうです。いや、ゆうさん入ってくるから。ゆうさん入ってくるから。入ってくる。逃げられると思うなよ。絶対に対しない方なんで、それは相手の初心者と関係ないと思ってる方なんで、そこはもう。いや、逃げて入ってきたらそれ初心者嫌いじゃないですか。初心者に入ってこない。自分が負けた相手にはもうとことん、はいはいはい、とことんいきます。びっくりした、俺初狩りでしてるはずだったから。この間なんて5分ぐらいで終わったのに、はい、後ろに負けたわとか言って、いや、あなたさ、みたいな。そうですよ、負けに対して非常に厳しいかな。いうことですかね。ベガ対ガイルの有利決定戦いきましょうか。はい、そうしましょう。そうですね。そうしましょう。はい、それでは試合の方お願いします。俺怒られるぞ俺。俺怒られる。はい。まあ次はちょっと長沢5ということで。まあこのゲーム結構ベガガイルかなりトップクラスにある組み合わせだと思うんで。ユウさんのあれですね。必殺技ですね。まあこれをちょっと見せていきたいなと思います。まあ、ちょっと2位同行の脱出考えてきたんでお願いします。なるほど。まあ前回ちょっと決勝で負けてるんで、今日は絶対勝ちたいと思います。で、まあ今日本当黒星だらけで、散々なんですけど、内容いいですね。まあ、小高君に勝てば今日は。よしとして終わりよければよしっていう。仮に負けたとしてもこの後100番やりますから。ほらほら警察警察。しかもね100番って重いんだよ。2位同行ってんのは、はい、その小高がこの間捕まって、はい、なんか
12時で始まって、はい、7時半、8時まで休憩なしで対戦したと、さすがにブラック企業とか言って確かにで、そのなんか、うん、うっかり夕方さんに連勝しちゃうと、はい、その夕方警察が取り締まりを行って、はい、その300万の怠慢に捕まるっていうのがなるほどなるほど、だから今日は任意同行にしたいってそうなんだ、はい、ね、じゃあやっていきましょう。もう真面目な話すると、うん、開幕の距離は、はい、開幕の距離一歩歩いて出番立ち上げてさせるんですよ、はいはいはい、なので、うん、むしろ逆に言うとちょっと一歩先に歩くってイメージなんですよね、うん、はい、そこの分だけどうしてもちょっと出番が後手になってる、はいはいはい、で一回触れば、うん、どんどんゴムというか出番、うん、がむしろ有利な前場があるって話なので、はい、うん、そこなんですよ。なるほど、うん、だから、はい、ちょっとだけガイル有利っていうのがあるんですよ。やっぱ捕まると非常にきついので、ね、ガイル有利なんだろうな本当本当、しかもこのね、なかなか攻めいけないですよね。あー、なんだ、大キックどうした、あいつね、うん、こういう呼吸を整え方の間違った覚え方をしてるんですよ分からなくはないんだけど、さあ、開幕は捕まえかけても見せかけたが、ダブルにはそうだと動しました。なんこれは、これは体力リードの方が有利ですね。この状態は体力優勝が有利。さあ、捕まえたかったーっと、言われてる、この球を、あー、ピオリですね。ピオリました。部が有利かな、今のところね。今のところね。そうですね。でね、この球を打つか打たないかみたいな、その今日の小高の読みみたいなのがあるんですよ。で、多分、普段なら最初打たないっていうよく言ったんですよね、うん、ただ多分今日の小高の負けっぷりを見て、うん、多分ユーロさんあれしたと思う、そうだね、うん、結構だからこれはかなりユーロさんの人に当たってる状態なんで、うん、さあバックジャンプはめくりちゃんとガードできて、うん、サマーさあめくり入るぞ、2回目が痛いときはない、投げる、うん、おー、だいぶ違う、なるほど、投げ乗ったフライングメイヤー、フライングメイヤーですね、うん、およく知ってるんですね、はい、大好きなんです、フライングメイヤー好き、業界切手のフライングメイヤー好き、高田一、フライは全然好きないんですけどさあ、前回ですね、若返しってキャベツさん分からないって言った、あ、そうなの、非常にカルチャーショックになりました、おかしいですね、我々実は同世代なんですがどこでも若返しなんて言わないでしょう、まあ言わないですからね、はい、めくり、タチ中パンチは、うん、あれ何も割れないですね、佐賀中、タチ中は割れないので、はい、安全コンボというガードされてから安全、昔のようとかでも割れないのでみたいな、そうですね、でちょうどね、あれ投げに行こうとするとベアノが投げ前に拾うんですけど、それにはあの中盤かかってます、そうですね、まあ、固め技、固めの装備ですね、めくりが浅だってなったらもうあれ、まあ、これもお互い両方分かってるんで、うん、さあ、サマ溜まってほしかったな今、この状態はゲージがあるほどリードがあるほどがいいだぞ、ね、このゴムで宮永さんはガードで OK をしているところ、こうガードするか飛ぶかのね、ここ大足さあ釣り下駄、この状態は妖精です、妖精ガイルが有利な状態だから、いや妖精とは言ってない、妖精を過ごすためにガム、あーうまい、どうだ、あのゴムはちょっと返したかったですね、画面を収録、さあゲージが、あー焦っちゃった、ちょっと、いや、まあ、ソニック読みだよね、ソニック読みってちょっと今多分ヘッドプレス見せるでしょ、竜とかだと波動拳の硬直に飛び刺さるんですけど、うん、ガイルの場合は飛び刺さっても、うん、どうしても隙が少ないので、はいはいはい、投げ食ら確定になっちゃうんですよね、相手の投げ食らっちゃうんですよ、いやこれねあるんですよ、あれなんか一瞬のまま全部出ちゃうんですよ、投げ落ちると、あれね、たまにあるんですよ、あれはバグ時代、ユネさんの狙ったかわかんないですけどガイルサイトニュートラルする必要があるかもしれないですね、うん、まあ、そこまで考えてる人はいないんで、かもしれないし、狙ったかもしれないか分かんないけど、あれ、あっちとかあるんですよ、トリック出ちゃって、さあ、今度は逆に、ゆうべの3人生、垂直でやると、裏剣がね、着地を狙うことできるんですけど、わー、今でも早出ししたのも、小高はダメージを相打ちしたくなかった、そうですよね、うん、だけど、それ読んで、うん、もっと浅い、むしろね、小高、よく今、出しましたね、トミー・パンツ。あそこでそういう工夫、どっちかというと、ね、そんなにできないタイプでしょ、そうだね、だけど、それは多分いっぱい飛び込まれてきたから、ユウさんに、むしろ6人がね、よく出しましたよね、これ踏まないんですよ、ユウさん、ソニック、全然、うん、うわーってさ、
どっかでベガを通さなきゃいけないですね、近場を。画面端はね、アンデル打ってます、ナイトメアが。なるほど。さあ、暴れて、ダイヤシン、相打ち、悪くはない。歩いてくる。うわぁ、どうだ、うわぁ、投げるか。すげぇ。いや、今、あれ、食らった時に、スタブ打つのは良かったんですよね。スタブ打ったってことは、サマーがないし、武将そば打つのに違うから、比較的にダブルには多分アンデル打てる、多分。これ今のダブルも非常にいいと思いますね。さあ、踏んじゃった、これ痛い、朝はない、ない、まあいいですね、確かに。めくりから、あー、2回目、これはピヨッタ。さあ、しかしまだあるぞ、めくりが、めくりだけで死んじゃう感じ、さっきの DJ とね、ただ、ガイドは2回するんで、目が1回ですけど。あ、今翔さん呼びましたね、遅らせて2を打ちました。さあ、優さんっぽくなってきた、試合が。うまい、うまいぞ。あー、全部読み上がった、全部読み上がった。ソニックダストはあの横のタッチキ、中キック、ダッチダイキックに刺さって、はい、それに中途半端じゃないんですけど、それにはサンチックとか、はいはいはい、最初 の高速ジャンケンボールのあの前でやられるんだけど、この人人読みがすごいから。さあ、おばが空中フライ。ラミカだぞ、サマー待ちをしたか、投げている、投げている。あー、サマーを出させた。あー、しかし中キック比較的安全、遅らせですね。手が有利になりましたね。手が有利でしょう、はい、あ、手が有利、あ、俺も終わったの。早いんだ、試合が早い。早かったですね。手が有利でしたね。だからやっぱその、ね、サマーを打たざるを得ないんですけど、はい、あのサマー当たらない中キックとかもあって、うん、投げてきた時だけ打たなきゃいけないと、サマー、はいはいはい、そういうところでもちょっとガイルがリターン負けしてて、今のでも内容的にもう立ち回りで勝ってましたもんね、ベガね。そうだね、うん、まあめくりでどうこうとかよりも、はい、やっぱりユウさんのソニックのさばきと、うん、小高の暴れを、まあ、ちゃんとしのいだっていうところですね、うんうん。小高ちょっと今日とかね、この日、要するにこのリーグ戦が今1日でやってるってことがあって、うんうん、まあ、この日ちょっとだから最初良かったんですけど、はい、サシシに負けてからちょっと下り調子なんですよ、うんうん、だその試合やっぱ内容みんな見てると思うんで、うんうん、はい、やっぱレジェンドたちはそこ見てますよね。そうだね、あ、なるほど、隠し撮りしてたね、ただ、はい、のそこでやっぱりこの自分のペースに持ってって小高の今日下がり具合を見て、うんうん、でやっぱり前回負けた湯浅さんとかも、うんうん、そこにちゃんと勝ってるっていうところがやっぱりこの一つの奥深さを出してますね、うんうん、前回のそのトーナメントでは湯浅さん負けてるわけですから、そうですね、確かに、なるほど、まあベガ有利でしましょう、うん、今日だからそのリベンジしたかったら小高が、そうですね、そうそうそう、ね、いや別に俺らはベガ有利ですから、あ、ユウさんが怒るから、ユウさん負けないとガイル有利になんねえんだ、うん、胸がいるよね、これとりあえずはベガ有利ということで一旦落ち着いてもらうという、はい、やばい、じゃあ、はい、それ言うとね、俺怒られちゃう、怒られちゃう、まあ、ユーディールの中で有利って、ね、ユーディールね、あの、このダイヤグラムでは、はい、はい、じゃあ続いての試合いきましょう。ほう、続いてはですね、軍勢対フジモンが来ております。これまた難しいね、残儀回りは読み合いが難しいっすな、うん、残儀 DJ となってますけど、これはどういう、いこれね、はい、最近 DJ 有利らしいんですよ、はい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 、最近は DJ 有利と、うん、どっちが野地合い勝ってんの、野地はどっち勝ってんだろうね、もうお互い大阪と中部だからあんまり交わらないけど、そうそうそう、戻ったでしょ、フジモンが大阪に、関東がね、はい、関西でもどうなんだろうね、今関西に戻ったんだよね、そんな話ちょっと情報聞きたいですね。で関東はね、そんなに今 DJ 使いないんですよね、はいはいはい、なのであんまり DJ 残儀やる機会なくて、うんうんうん、一昔前の残儀 DJ 情報は、うん、その理想論で言えば残儀有利、理想論理論値的な感じですかね、理論値で言えば、はいはいはい、はい、っていうのは、うん、あのリーチは残儀の方が長いんですよ、通常その第1位を取れるんで、はい、理想論で言えばエアスラ全部見てから回ってジャックとダイを見極めて、はい、はいはいはい、ああ、なるほどなるほど、簡単ですね、でそしたら削れなくて通常の残儀かかってるんだから、うん、みたいな話から始まって、はいはい、まあ、他にもいろいろあるんですけど、うん、でちなみにその小高があの敬愛するその神髄理論だと、はい、これはもう絶対に残儀は勝てるっていう、へー、組み合わせなんですけど、はい、あのやっぱ実践の都合いかなくて、うんっていう話になって、やっぱりどうしても先にダブラに回っちゃって、うんうんうん、DJ がしっかり踏み込んで、はい、その隙を取っていくというような形が出来上がっちゃうので、うんうん、実戦ではやっぱちょっと DJ なのかなっていうのが今の流れですね、その世間では。なるほど、うん、なるほど、はい、あと農業ハメっていう、農業ハメ
はい、まあ、人の名前つくんですよ、やっぱり格ゲーの技って。え、農業って人の名前？そうですそうです。嘘でしょ。本当、農業さんって方いるんですよ。そうそう、だって あなたもキャベツさんだからね。いや、まあ、まあ、そう言われてみればそうなんです。キャベツハメとかできるからね。それではそうですけど、農業さんはさすがに言うでしょ。もう業種だもんね。いや、せめて農家さんでしょ。せめて変わんない変わんない。農業さんはさすがに言うとだわ。俺、農業って言われたから、なんかそのしゃがチューパーみたいな、なんかタグ屋みたいな。あ、なるほどなるほど、こういうやつね。まさにね、しゃがみチューパーを使うんですけど。あ、そうなんですか。農業ハメってのはそのなんか農業ハメっていう、はい、あの立ち上げキックからのちょい歩きしゃがみ中パンチで、はい、何かしゃがみ中パンチで疲れるんですよね、はいはい、でそれが、うん、あのジャックもかわしてトマトにもかって、はい、でそこからさらに立ち上げキック加算がループするっていう農業ハメっていうのがあったんですけど、はい、最近そのジャックの種類、そばとかそばとかの種類を変えることによって、ザンギラが相当厳しいポイントなんですよね。その、うん、このフレームじゃやらないとハメが成立しないみたいな、はい、かなり厳しい振り出来ができる。難しいんだよね。うん、難しいんだよ。さらになんかその農業ハメをさらにこう応用した人が、はい、いや遅め立ちジャッキック重ねに後ろ歩きを仕込んで、それに軽ラリを仕込みつつガードしたら前歩きして、しゃがみ中パンチやれば理論上完成とか言ってたんだけど、はい、というかいう話が広まったんですけど、農業さん本人が難しくて無理っていう、はい、結論になって農家も諦めたと。そうなんですよ、っていうちょっと最近の歴史もあって、なかなか農業ハメにもしづらいっていうことなんですよ。まあ、ハメじゃないですよね、別に。そうですね、だいたい農業ハメの2ループ目行くときには近いから、で投げ前も結構ランダムになっちゃうから、その投げ返しされちゃったり農業ハメ終わったりとかするんで、まあまあそんなに言うほど博的なあれはないので、はい、確かにね、昔農業さんが本当にこれデュワ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 ってはめ切ってる動画とかあったんですけど、はいはい、しゃがみ中パンチではめ切ってる動画あったんですけど、はい、最近はやっぱそのはまんなくて、うん、そうなるとやっぱり実践地的にね、ディジェになっちゃうのかなっていうのが長い、そうですね、なるほど、はい、まあでもね、ここで一矢報いてほしいですね、軍勢さんに。うん、これこういう会話しちゃうとちょっとその新宿さんに怒らそうですけどね、もし聞かれたら。まあ新宿さんもいないからいいんじゃない。ほら、軍勢さんと藤本さんはこれでもう最後の試合ですね。そうだよね、うん、お互い結構負け負けが続いてるから、そうですね、はい、やっぱり最後ぐらい締めたい。特に多分軍勢さんなんか DJ だとね、うん、いけると思ってる組み合わせだろうから、うん、そうですね、ちょっと見たいですね、軍勢、はい、さんの本当の強さっていう。そうですね、うん、はい、ぜひじゃあ見せてもらいましょう。それでは試合の方行きましょうか。はい、それではお願いします。すいません、ここまで非常に申し訳ないことに勝ち星がないんで、この藤本君をなんとか倒して、ちょっとまあなんというか、この生きた証というか、なんというか生きた証そういうのを残していきたいかなと思います。よろしくお願いします。そうですね、西は軍勢、東はポニーなんですけどね。まあここでDJ 残儀っていう、まあ、かなり熱いカードだと思います。お互いこう負けたくないと思ってるカードなんで、まあ、今回 DJ 残儀のね、素晴らしさを伝えれればいいかなと思います。よろしくお願いします。うん、藤本爽やかだな、なんか、うん、そうですね、ねえ、やってることえげつないんだけど、まあ、なんかバンドのボーカルみたいな感じしますね。でもこうね、なかなかこういうメンバーと集まって呼ばれるってことがなかったと思うから、うん、もっと出てほしいですね。出てほしいですね。本当に強い。でもまあさっき言った通り、技の判定強くてお手軽のように見えちゃうんだけど、うん、結構そうはいかないので、この組み合わせは。うん、実際多分この2人結構やってるでしょうから、うんうん、ちょっと進化した DJ だと見たいですよね。確かに。韓国ではあまり見れない。これ気になったんだけど、全部キャミンステージ固定なの？あ、そうなんですね。すごいな、どうやって決めるんだろう。あ、どうだ、あ、先に、だからね、まだ重ねたのが難しいんですよ、発射中。あ、やって。おっと、ジャンプに大パンチが当たった。さあ、やはりエアスラを見てからっていうのは厳しいんですよね。なので、どうしても、しかし、当たったぞ、どうだ、あ、スパコン警戒。飲み合い。あーね、クリが立っている。あ、ダブラリダメなんだって。確かね、見たり重ねれば大丈夫。大丈夫だね。ダブラリが発生なのに2フレームからね。2フレームからね。あ、これ難しいぞ。この距離だと浮かせてもらえないですよね。逆にスライムに浮かっちゃうんで。おー、これですね。
これですね。画面、あミスった環境に優しい。また陣地を押し返されちゃうと、削りからね、陣地押し返されちゃうんで、まあ、対戦やつが強いですよね。出っ放しでしてもね、ちゃんとガム確定できます。完全な作業を繰り返すんですけど、残業ワンチャンあるからね。あーっと、バネシング狙っていったが、タイミングをずらしている。さあ、ある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 、スパコ。あー、難しいんだよな、ありがたんの。あー、死なない、それじゃ。あー、厳しい。難しいな、こう見るとやっぱきつそうに見えますよね、残業側が。そうですね、全然きつそうに見えますね。俺ら頑張ってほしいな。でもまだ目は、うん、キラキラ。だからあの同時ぐらいに目安がこう叩いてるのに、それにリターンリスクなんかね、このお釣り入れのために、多分目安と同時ぐらいに歩いて下に下がるんですね、はい、多分。そうすると多分髪が崩れちゃうんで、ガブ下にちょっと来ますんですよ、ね、多分その辺が2時間多分難しいって言われるんですよね、はい。あと先飛び仕込みながらにそういうところでしたが、ちょっと低かったですね。あしかしあるあったぞ。これですね。あ、これ、今だから農業ハメ行こうとしてですけど、リバサナギ1回目成功の、2回目は2回難しいんだよね。農業さんだからダメかもしれないって。ハメじゃなかったのか。残機側はね、ある程度ある差し返しも難しいんですけど、うん、ほら、DJ は移動するんで、ね、結構な距離から差し返しは見てからボタン押しやすい。ハメ3の4、あっとミス多いっすね。難しい。よかった。あ、これだから、あと先に回るか回らないからみたいな目がなんですよね、どうしても。これも振り返すね。どうだ、早出し。どうでした。あー、苦しい。苦しいよ、クンズさん。そうっすね。いやー、絶対絶命の 2-0 っすね。伸びてほしいっすね。ちなみにそのスクリュー、ダバリコのスクリューは、来たスライディングもすごいんですよ。はいはいはい、ちょっとダバリからの、あ、そうだね、あのスクリューさん結構身に絡まってて、 DJ さんも実はあのそれにちょっと気合い打てないんですよ。ミスったら座れちゃうっていうのは、はい、シャウリだけ起動したとお金が勝つんですよ。 DJ さんも実は気軽に打ってるんではなくて割と丁寧に打ってるって。どうだ、おっと、出直すんだけど仕込み蹴られやってる農業。あ、これだ。やはり難しかった。息が詰まる。どうだ、いけ。あー、よし、オッケー。こんなに苦しいのか。苦しそうですよね。藤本上手いんだね、これは間違いなく。グンジさんもこの仕込み蹴られとかね、しっかりやってくれてますよね、ああいうのは。さっきの人もダメだよ。うわ、逆策。あ、なるほど。先飛びからの農業だ。さあ、ちょっと離れるのか。なるほど。苦しい。いや、でもリードしてるぞ。あ、めくりやばい、めくりやばい。なるほど、なるほど。あ、いや、二着で芸能を選択。あれは、ソバットとこのスクリューっていうのはソバットが勝ったの？あ、そう、投げ前は一瞬ね、そう外せる。あ、そうなんだ。だからさっきからあんまりやってないんですね。どうした？あー、まっすぐ来た。あー、下がり切らない、下がり切らない、ちゃんとしてるんですよね。下がり切らない、仕込んでるんですけど、実践がやはり難しい。あれがテクニカルキャラって思わないよね、このゲーム。思わないね。確かに、めくりは、キックアウトした。さあ、当たったぞ。あー、これですか。あー、なるほどなるほど、ね、ジャンプ中盤で負けたんですよね。いやー、またリーチですね。農業が難しいね。ちょっと奥側の扉なのはやっぱ苦しそうですよね。ね、
そうか、中枢があるのか。グッドさん、本当にギリギリ同時に回ってるっすよね。うんうん。おー、難しい、スクリュー。さあどうだ、ミス、ここでミス。さあ、糸根が低い。このジャンプ中キックはスライディングサイクルを狙ってたんですが、いや、よくガードした。いや、よくガードした。いや、あんまスカってないですよね、下からのキックは。すごい上手い証拠なんですが、どうだ、まだあるぞ。画面端が、あー、しかし残りカウントが、あー、厳しい、厳しすぎる。これはやっぱだから、フジモンのうまいとこ出ましたね。出ましたね、あのスパコンの使い方とかもね、徹底するからね、甘えない。素晴らしいですね。いや苦しいな、これ。苦しかったですね。はい普通のね、ゲームだと逆に残機がね、負けると盛り上がるんだけどね。そうですね、悔しいですね、僕も。状況的にちょっとやっぱ軍司さん応援したいっていうところ、ね、そうですね、そうですね。うん、まあでも、もう1回ぜひ2回目も3回目ももしあるんだったら。いや、そうですね、はい、うん、本当に見たいぐらい、うん、はい、残すところ4試合となりましたね。いや、これはもうあと楽しみどころしか残ってないですね。そうですね、うんうん、そうですね、はいはい、もうだいぶ発表ですよ7試合目、コタカ対オトチュンとなってます、うんうん、これがやる対チュンリですか。これね、僕ちょっと前回現場にいたから、はいはいはい、そうそうそう、オトチュンが、オトチュンさんが、うん、コタカに負けてた。で、俺らは結構コタカチュンリ戦練習してるの見てて、はい、いけると思ってたって節があるんですよ、うんうん。だけど、オトチュンさん強さって、はい、1回は絶対誰でも負けるんですよね、ポロポロって、はいはいはい、俺も勝ち越す時もあるし、うん、だけどそこからのこの盛り返しが、はい、半端ないので、なんかブロンズセイントみたいな感じですね。そうなんだだからオトチュンさん、そう、ブロンズセイント、まあクロスはゴールドなんですけど、とりあえず1回負けるみたいな感じはブロンズっぽいですよね。そうなんですよね、はい、だからちょっと、多分圧勝するんじゃないかなと。なるほど、オトチュンさん、はいはい、僕はもう本当に見てないので、うんうん、ただそのでこの日のコタカの今の下り調子っぷりもまずいですよね。まあそうですね、オトチュンさんの好物ですね。そう、はい、下り調子の時はもう勝てない、負けたっていう感じの負け方したんですよ。うん、そうそうそうね、心で負けてるから。だからほら、オトチュンさんとかはさ、もうそういうのに寄ってくるじゃない、寄ってくるから、あの夜中のカブトムシみたいなわーってくるからだから、ちょっと危ないですよね、この後のコタカの試合は。コタカどうなんだった、で、どうなんですかね。前回の時は、うん、その最近関東でちょっと龍からチュンリーに変えた瀬尾君という、はいはい、比較的若めのプレイヤーがここに来てキャラを変える方ですね、うん、そうそうそう。で、彼がね、非常に丁寧かつ強いっていうプレイヤーで、で、どっちかというと関東のチュンリーって、うん、まあ、割と攻め方のチュンリーが多いんですよ、はいはい、でそれに対応してればガイルなんとか勝てるみたいなやつですけど、セオチュンリーかなりこう徹底してて、うん、ガイル側が飛び込まないと勝てないみたいな作戦をするんですよね、うん、でそれがこう前回その人と練習したから、うん、飛びがうまく噛み合って、はい、で、オトチュンさんがまだエンジンかかるまでオトチュンさんに対して、うん、その飛びがほんと噛み合ってことが勝ったみたいな、うん、そういう内容だったんですよ、はい、うん、だ今回はオトチュンさんもエンジンかかった後かつ、はいはいはい、そうだね、コタカが下り調子プラス、うん、この日の前日に瀬尾チュンリーだったかどうか聞いてないと聞いてないですけど、うん、あ、でもオトチュンさん絶対に対策してきてるから。そうで、オトチュンさんが対策してるんですね、もう絶対に対策してきてるから、ちょっと、ね、確かに今サソリ君の予想通り、はい、今回はで、そうですね、あとリーグ的にもそのユーリル的にも多分オトチュンさんが勝った方が面白くなるんで、多分これはもうオトチュンさんが勝つ要素が詰まってます、うん、そうですね、これもうじゃあ第8試合に行けますか。お願いします第8試合目オトチュンさんの勝利とか、なんじゃないかと予想しますね、うん、今のところは、ね、はい、はい、試合見ますか。はい、はい、お願いします、ね、じゃあ試合の方行きましょう。ではお願いします。もうここまで来たらね、もう楽な相手とか絶対いないんで、うんうん、もう最後までちょっとね、こう粘って粘って小高くんに挑みたいと思います。よろしくお願いします。小高さん見てるとじわじわ来るな、なんか、まあ、対全一ドスグロチュンリーをまあこの対戦でまた純白なチュンリーにしたいと思います。おー、なるほど、バカだろこいつは
純白なチュンリー。でも尊敬してるから僕らお父ちゃんさん、本当に。でまたあの白虎隊のイメージカラーが白なんですよ。まあ、白って結構いろんな意味があって、はいはい、深いですね。ちょっと深い白って言いないちょっと結構深いんですけど。お父ちゃんさんでも入ってますねモードが。その筐体に入った時の目の付け方がやっぱ違いますもんね。さあ、おとちゅんさんもね、そのこの放送でいうとその2日目の時の試合がもう完全にエンジン乗った状態だったので、うんうんうん、乗ったおとちゅんさんマジ止まんないですからね。兄貴さんしか止まらないです、はい、さあ、この辺は前回の一緒ですね。一緒ですね、うん、さあ、どう見るか。うまい。さあ、日高は今のところ、うん、ほぼ教科書通り、うん、完璧な流れ、うん、ああいいですね。もう腕返りでリスペクトした動きしてるもんね完全に、うん、今のところあのソニックラジオで台にして台にってちょっと結構渋いんですよ。ジャクソニックだと思って何かしたら後に来ないので、うん、何かしたら渋いのがしないんですよ。投げ返す。さあ、コタか。あー、今の色気なすとかないんだけど。おお、ヒカリさん前の投げ返し。これは、まだコタかが目がある状態か。コタかが前飛びしなければ絶対に落とさない立ち回りぐらいできてんだけど、やっぱりプレッシャーですかね。惜しい。画面端にジャクダでいけない。ガード、ガード投げ。そうですね。ここで何か分かってんだけど投げ。投げ返し。さっきの投げ返しならね、ここに投げ返した可能性もあるんですが。さあ、相打ち。これは痛い。お、投げた。おっと、ミスったか。どうか。いい固めですね、小田君。相打ちになる。ナイス待って。さあ、ち。さあ、これはスピンバーを出して、やって、テンション出して相手のところ、素晴らしい。うれしそうだな、おい。ってことは、小高もやはり、チュンミさんはやはりちょっと仕上がってきてますね、この日ね。そうですね。おとちゅんさんもこれ、やっぱり、そう簡単にいかねえなっていう。もうな、形でしょう。さあ、小高が、スタートを使っているのは、私たち、勝ち点を連打するのよという、そうですね、そう。鏡だけ、こっちだけ、スマットが刺さる。ここですね、ゲナズーシのリバスピー。パーフェクト。なるほど、落としにパーフェクトですか。やりますね。なんか、本当、チュンリー戦をしっかり来てるな、前回に。強くって やっと変わってますね。やってますね。やってますね。ヌクさんともやってたから、もともと。で、その、どうやればいいかってお手本の向こう側で見たんで、はい、かなりそれをね、アレンジメントしてきましたね。ヌクさんが参考すごすぎて。まあ、固め方もかなり一緒ですね。いや、この投げ来たぞ。後ろスマットを生かして投げるのは、これなんですよ。これが投げるとね、非常にきついんですよね。ごめん。しゃがないでちょっとね、使ってましたね。そうですね、しゃがないでちょっと飛び待ち、飛び待ち、全部ちょっと技が噛み合ってますね。噛み合ってますね。そのチュンリーにしゃがみないキックアイスレベル取りでソニックをちょっと見せかけて、そのしゃがみないキックを潰して一緒だったと。本当なんだ。セレズ一発で死にますよ。セレズ一発で死にます。いや、あでもテンション入るから締めてる。2回目あんまテンション入んない。なんで、あ、もうダメだ。ナイスサマーだろ。おーおーおお、いいガードでしょう。スマット、なんでダブルにしなかった。まあ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 、でもダブル出ないんで、小高は起き上がる。すごいですね、プレッシャーが。オトチュンさんなんか本当に力技で、ね、うん、名人捨てた一瞬で、勝ち負けと負けたくありますね。そうですね、うん、このままだったらまあコタ勝つんじゃないかなっていうぐらい。おー、読んでる、うん、さあ、割とオトチュンさんは、おー、くさまぴよ、
ちょっとでもどっちかというとジャンプしちゃってる感ありますね。そうですね。で、おとつのちょっと第1回目の時と会話した時に、はい、その関西のガイルは、うん、あえて無茶飛びしてればまあ分かんなくって、ガードをさせられてそこからごじゃ投げで殺せるけど、小高はちゃんとスラストキックって真上のキックを使ってきたりとか、はい、うん、使い分けがしっかりしてるのでやられたなって言ってた。なるほど。だから今回もまた同じ飛びをしてるのを見たんですけど、ね、はい、あのなんか今さらに言うと、ちょっとガイル戦がよく苦手みたいな、なんか噂ありましたね。まあでも、あのかなり強いですよ、うん、もちろん強いんですけど、小高が俺はこれ上手いんだと思う、うん、なんかあのさ、そうですね、また第1やって、よそよそ、あ、すみません、いや、まだない。だからあと先月見てくださったのができるようになればこれです。あー、なるほどなるほど、なるほど、投げよう、うん、いや、あれはね、暗い投げも見越して、そうですね、非常に一気に攻めちゃって、あそこでスラストスは、いや、そこで登るっていうのはちょっと無理だったね。前回のそのスラストにやられたっていうのをちゃんと、うん、あ、今度投げと、ちょっと今の嫌な、うん、嫌な返し方されたかもしれないですね。さあ、ことかやっぱソニックは珍しくうまいですね。さあ、スラストの指で返している。なるほど、画面中央に来て、どうだ。あ、それは安直だ。あー、もう危ないですねこのなんか地味に音チューンが最後立ってるっていう構図が、うん、この人の黄金パターン、うん、なるほど。いつの間にか、なんか少しネジ変えられて、はい、答えが変わってくるっていうような戦い方なんですよね。別に小田が大きなミスしてるわけでもないし、はい、まあでも今の第3回ちょっと、まあまああれは、うん、ちょっとでかめですね。さあ、開幕はタイマキソニックを選択。あっと、これはミスとも言えないが、なんとか返した。さあ、これはこれね、これをやっちゃうんですよ。おっと、そのうん、あの、ああいう風になるミクルーシャンできないですよね。そんな、そうしないとテンション勝手に振り向いてやっちゃう。あー、よく出した、勇気の小判歩いたのもすごかったよ投げに行ったんですね、はい、でも今、本当に何振りかのタイミングで投げられちゃいますから、チュンリーから。おっと、今度はスバッと読んでいました、タスクを切って。よし、探さない。よし、探した。これはいい判断。あっと、そこで飛んじゃった。いけ、サマーしない。どうだ、うん、見た、小高は苦しい。あ、割とね、フルセット小高は、めっちゃ見てくださいね。結局見ちゃってるんですよね。下読みで苦しい。フルセット多すぎるだろう。いや、おとつさんちょっとはみ合ってきた気がするな。少しほら、やっぱり小高が苦しくなると飛んじゃうんですよね、ああやって。しかし、この調子よく打った。確かに、この素晴らしい。これもいらない。大勝負、投げる、戦列のプレッシャー。しかし、なんかミスったか。あー、めっかりミスった。おぉ、おぉ、めぐれ。あー、なるほどね。サマーは食らうかね、おとつさん、そこしゃがみで。なるほど、なるほど。まあ、しょうがないですね。最後はもう本当にしょうがない、しょうがないです。よくとサマー打ちましたわ。なるほど、なるほど。ちょっと。ちょっと難しいですね。オトチュンさんのペースかなと最後思ったんですけどね、はい、完全に。でもまあ立ち回りっていうか、やっぱりここだかは洗練されたような気がしますね、チュンリーは。あのあれね、画面端に追い詰めつつソニック見せ出す連打するっていうのが実は結構難しいんですよね、うんうんうん、あれができれば本当に強いんですけど、ここだからミスなく最速に近いタイミングでやってましたね。さあ、そして次の試合ですね。なるほど。おー、対アニケント。ここでかなり優勝
者が絞られる。そうですね、もう結構今順位的にはこれで音中さんが負けて王さんが勝ったら、そうですね、王さんがまずは音中さんよりは上に行くってことですね。なるほどなるほど、はい、まあでも剣サガットだから、はい、かなりいけると。かなりいける。あ、サガット剣は、はい、サガットが唯一いける組み合わせじゃないですか。そうですね、割と、はい、あ、まあ、あの他にもいますけど、かなり、うん、あのいい勝負なんだけど、サガットちょっと よりっていう、かなっていう。あ、サガットが有利だと思います、うん、有利と言ってもいいと思いますね。まあ、ちょっと我々の朝流、朝剣、朝サガットじゃ分かんないですけど、はいはい、まあ、お坊さんもまあサガット全然できるし、うんうん、まあ、ガイルが出ることはないっていうぐらいの。ただ、アニケンさんがサガット戦うますぎるんで、はい、あそれもまたね、分かんないよね。中瀬にも非常にうまいサガット戦いたらしくて、うん、でもだいぶあったみたいな話でしたね。アニケンさんもうまいんですよね。もうちょっともう白黒やつも見て、うん、僕は見たいですよ。ただこれね、画面端つくと剣眼が有利なんですよ。あ、そうなので画面端まで いけないんじゃないかな、いけないけどみたいなところなんですよね。はい、なるほど、なるほど、分かりました。それではじゃあ試合の方見ていきましょうか。じゃあ試合お願いします。ゴールドセイント同士ですね、はい、あ、なるほど。おー、兄貴、ゴールドセイント同士3人しかいない2人ですね。王吾君といよいよやることになりましたけども、まだ自力優勝が残ってるということで、まあ今週は武田さんに頼み込んで一つしまくったんで、その成果をここで出したいなと。その成果によってこれからも一つやらせてもらえるかどうかっていうところがかかってると思うんで、頑張ります。よろしくお願いします。やれなくなるはないでしょ。負けたらもうできないの。もうできないなこれ。いや、もうなんかあれだね、だんだん尻上がりに調子上がってが出てきたんで、そう、うん、これ最終戦かな、勝って終わりたいと思います。そうですね、じゃあよろしくお願いします。ゴーゴーさん、ちょっとでもレジェンド感がやばいよな。そう、ね、本当人で勝ってるんですもんね、うん、人で勝ってるのかな、なんかわかんないけど、なんか急に込み上げてくるも何かが。それはね、多分コスモってやつですね。それコスモ、これがコスモか。それがコスモか。今分かったセブンセンシズ。今分かったわ。感じたことなかったよ、ね。これがコスモですよ。感じた、うん。これがコスモですよ。ね、吉田さん感じたことありますか。君は感じたことがあります。なんかあったなと。自分に出してるの。連続やった時の相手か。始めました。始めました。これはね、もう殴り合いだよね、途中まで行っちゃうとね。ヤヤさん曰く、マシマタ1個。なるほど。マシマタ1個なんですよ。マシマ、マシマですね。はじめの1個ね。で、一本が剣だと、はい。マシマがサラッと。なるほど。伸びてくる。伸びてくるんですよ。それに対していかにこう、一撃を決めるために。なるほどね。ただでさえね、飛んだ時だけ打ってないのに。画面下来てる、パチンチュー。なるほど。全身を止めた。いいですね。アニケンさんは負ける時は前のめりだって言ってたよ。見えてしょうがない。どうだ？中学生が。さっき一回対空処理見つけたんですよ。アニケンさんは 2P が得意なんで。で、お坊さんも 2P が超得意なんで、まあ、交わらない2人。足ならいに対して飛び込んでくる。ここですね。 2P だったら多分出てたな。うわっ、甘かれ、全身を止める。あー、強気。どうだ、おっと、今のままにデロサイド出せることだったな。プレッシャーか。すげえ、こんだけ波動拳打つけん見た。あー、危ねえ、危ねえ。出てへん、出てへんっつって気を引き締めてますね。なるほど、下大会よりの、うん、読みの昇竜と読みの遅らせですね。なるほど。あー、バカー、ゴールドセイントです。うわ、今剣が歩いた分だけ下がってるのやばいですね。そうそう。ちょうど。ドンピシャ。だが勝利が来てくれ。あー、バカ。出る。勝つんだ。出す。ああ、そうなんですよね。めくれないんですよ。竜巻を使ってめくれないですね。
でもまあまあ正当に、うん、まあしょうがないですね、うん、気持ちがです、アンディさんの。さあ、リバーサルエンパはこのゲームちょっとケンとサラとダルシムはリバーサルスパコン出ないんですよ、なんか逆にレッパ出すのすごい難しいんですけど、はいはい、今気合い出しましたもんね、難しくてないですね。投げ、ひよらせ乗ってんだよ、王さん、これうわー、バカっと、うわ乗ってますね、いやお王さがって、さあ、前回こそ確かね、アニケンさんが試合では勝ちましたけど、投げ合いでは、王さんのブルーコンシェフトそうだねいう話も聞いてます。これ、どうやって勝てないんですよそれほどに、あの上原、歩き昇竜がね当たれば、実際、あの下回のメディアがやれたことだって、はいはい、歩き勝利超当たるんですよ。だから、歩き勝利ブルッパに見えて、すごいいい感じで、全然リスクが合ってる行動なんですよ。ただ、ワンピー側の歩き勝利が多分結構苦手なんじゃないかな。今の中パンチもうまく、ちょい下がり、うん、そう、ちょっと最初下がったんで、顔見てますね、これ、アニケンさんの表情。ちょっと、普段なら、あのしゃがみ中パンチ、下がりがすごいんですよ、実際。ちょっと下がってるんですね。この2人はやっぱり 1P、2P をそれぞれ交換して足し算で決定を決した方が公平なんじゃないかな。あ、いったいった、 2P にいった。いやちゃんと反撃が結局、ね、そう、ここからですね、アニケンさん、 2P のアニケンさんは合同選挙ですから。さあ、飛んでるぞ。あー、激ヤバか。大足絶対ミスだよ、絶対ミスだ、なるほどなるほど。それでもまあやばすぎです、王吾素晴らしい、いや反撃が高い、今度はなんですね、シャロンキーパンチ、しかし、あ、出る、うわ、またって、うわ、またなるほどこれなんですよ、アニケンさんの判断が早すぎて、ボタンを押す前にもう投げられるか勝利を食らうかみたいな、はいはい、これやられたことある人だったらすぐ分かると思う。アイさん乗ってくれ、アイさん乗ってくれ、どこだ、アニケンさん乗ってくれ、まだある、あ、これは、じゃ逆投げられたアニケンさん波動を受けるのできない、うわ飛んでる、よしよしよし、波動きゃ、うわー疲れから、勝利アリさん、まだあるよ、全然ありますね、これ、うわー、あー上げなかった、最後、悔しい、やべえ、これは悔しいな、アリさん、かっけえな、いや、このメンバーで5勝って、あれ、これ、皆さんやばすぎでしょ。ちょっとさ、残り2試合なんですけれども、はあ。6勝ってのはありえないくなりましたね。なるほど。あ、冊子が2試合残ってるのか。冊子だけ残ってるのか。本当だ。冊子がなんか兄弟にどうなるかってとこだ。なるほど。いいですね。で、もし、そうですね、5勝で、冊子が5勝の場合は、小郷さんとやった場合、直対して、大郷さん勝ってるから、大郷さんが勝ってるから大郷さん勝ち、うんうん、2敗した場合は大郷さんが5勝2敗で優勝を、うんうん、4勝の5勝の場合はいいのか、4勝の場合は大郷さんが、そうね、割と分かりやすいか、割と分かりやすくなってますかね、うん、そうですね、サシさんが、まあ、残り全勝しただもう6勝で、そうですね、で大郷さんが2位になってって分かりやすい感じになりますよね、うん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 、理由を出しますか、今ちょっとこうなったのですね、こ、うん、あっちに、まあ、これサッシに優勝してほしいんだけど、もうだってこれ残りね、優勝可能性残されてる主人公キャラが残ってるって、うんうん、はい、熱いですね、展開としてはね、しかもアニケンさんとオトチュンさん、ね、これだいぶ熱いっすね、すごいね、じゃあ小郷さんはもう一応2敗ラインでストップ、はい、終わりと、うん、いい終わり方しましたよね、すごかったな、ただ兄弟さん次第では本当にそのまま優勝もあり得る、そうですそうですそうです、はぁ、あ、あるな、んえ、あり得ないの、待って待って、これサッシが2敗した場合は
5勝で並ぶから5勝2敗で直対で王郷さんが、うん、直対はオトチュンさんがあれか、いや他の徳志っていう差なのか、3人並んじゃうんですか、3人並んだ場合は徳志っていう差なんで、3人並んだ場合負け方によるよね、あでもまあまあ、うん、兄弟さんかな、だから負け方によりますね、兄弟さんが多分、うん、ちょっとやっぱ徳志さんだけちょっと優位ですかね、アニケンオトチュンさんの2名やっぱり兄弟のゲームだって言われるぐらい本当強いですね、確かに。ただサシシはガイル戦はもちろん1万円やり込んでるんですけど、剣戦チュンリー戦は多分その次ぐらいに、あいやあのねサシはぶっちゃけ言うとガイル戦よりも剣戦の方がうまいです、そんぐらい極まってる、そんぐらいね、うん、極まってる、剣戦極まってます、ね、こいつ極まってると思います、確かにね一番うまいのはガイル戦なんですけど、はい、極まってるのはね剣戦とブランカ戦なんですよ、そうです、いやそうです、本当に極まってる、剣戦とブランカ戦はマジでちょっとマジか、残ってますからね、剣戦ね、よくとそこまでやったなっ、だってガエルは結構その、うん、いろんな動き方をするガエルがいるから、うん、パラッと負ける時もあるんですけど、はい、その当然タイマンじゃ負けないけど、うん、だけど剣はどの剣に対しても多分詰ませられる、うん、ブランカもそうなんですよね、あブランカもそうだね、ブランカなんかようやく打てたリバーランとかを見たからしゃがみだけ切るんですよ、うん、へえ、でもなんかブランカは手伝っちゃって、はい、そうそう手詰まりのすることがなくなっちゃったみたいなブランカがすげえ永久に波動拳ガードしてて終わりみたい な, なんかそういうぐらいブランカ戦もなんか気合って、はい、そうですね、チュンリー戦はまあ抜きさん相手にチュンリー戦は抜き時代、抜きチュンリー時代に相当やってたので、まあ、3人で開発しましたからね、川又俺サッシでどういうチュンリーがまあいいのかっていう、だから音潤さん、まあ音潤さんはサッシは結構楽だって、うんうん、いう組み合わせではあるとは言ってたんですけども、はいはいはい、まあ、絶対楽できない竜ではあると思うので、うん、実際大会だと確か勝ったりしますからね、あそう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 、うん、これ初サシシさんの試合ということですけども、そうですね、これ2試合まずはオトチュン対サシシと、そうですね、これをだから、ね、多分サシは負けてるから、はい、やりに行くスタイルだと思います、はい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 、でアニケンさんはもう自分の中で剣が完成してるんで、うん、きちっと剣のその攻略を出すような試合になるんじゃないか、うん、そんな感じですかね、多分や相当やりにくいんじゃないかなと思いますね、オトチュンさんで、オトチュンさん、そうですね、がサッシさんですね、はい、はい、そうです、はい、大丈夫ですか、はい、それじゃあ試合の方行きましょうか、じゃあ試合お願いします、チュンリー・リュウは僕の中では一番こうなんていうんですかね、勝ちたい対戦でありますし、その中で今こうね、リュウ使いの最高峰と言われるサッシとね、このこういうちょっとみんなの見てる前でやれるっていうのはすごいちょっと緊張もありますけど、試してみたいっていうのはあるんで、ちょっともう思いっきりいきます、よろしくお願いします、どういう意味なんだそうそうですね、リュウガイルと同じぐらいリュウチュンリー好きなんで、うんうん、まあすごい楽しみです。こいつチュンリー側もチュンリー使って流線やってる。流線は多分関東で一番うまいんじゃないですかね。一番うまいありますね。全然一番うまい。サッシのチュンリー普通に得点の組み合わせトップレベルです、ね。ちょっと楽しみですな。まあ僕の予想は乗ったサッシがズバ抜ってゲームいっちゃう。対応される前に行くと。そうですね。お互い大丈夫。全然さあ、しかし、ポケツイカの2セットも、うわー、強気に転生、さっさき、巻き込んだ、中ボス、うーわー、踏み込んだ、スカッシュ下段、耐久小判事、スカッシュ下段、これはスト2ではなかなかない発想、ないですね、最近のゲームだと結構みんなあるんですけどね、どこだ、あー、投げる、意外投げがバレている。さあ、サシシ効かないですね、この効かない状態ではやっぱり苦手なベガ戦に勝っているので、だからサシシとしては思いっきり良くなってますね、もう前に2人とも行きたい気持ちがすごい、サシシ食った、ミスが漏れた、漏れて、見てから確認、波動をあえて強気に打つ、なるほど、2人とも気持ちが入りすぎて、ああなるほどなるほど、暴れは暴れは100ですね、あれは勝利にも勝てるか、そう、まあ、前飛びしかないです、飛ぶが、ここが耐久、サシの飛びにオトチュンさんが耐久出し始めたら、うん、相当苦しい感じですかね、感じになると思います、
サッシが波動を打って制御し始めたらサッシですね。あーなるほど。スカシキさん、ね、これですよ、これですよ、はい、いやこれ玉手打つと思わない。確かに玉打ってないですよ、うん、ただ今中キックが見えたので、サッシが私も投げ返しをしっかり入れたということですね今ね。そうですね、リュウがボタンの4つ投げると中、はい、中大のパンチキック4つの変化になるので、ブラシって投げ返ししやすいんですよね。へえ、逆に中リュウはキックがないので、うんうん、投げ返しもいいことですよ。そういう意味はちょっと、お、対空竜巻、対空竜巻、対空竜巻ですね。マジか、一応あります。でも結構難しいので、難しいですね。ほらバックジャンプ読んでいる。これはこれもそうですね。これは甘いでしょ、これはできるでしょ、対してと。誰の前で打ってんの、お前と今誰前ですね。波動で制御するんだったら差しだと思います。さあ今ならもうコンも狙えなかったですね、うんうんうん、コン一発しか打ってるところ。さあ勝利、波動拳、波動拳、しかし画面走ったので今度めくりにいけない。竜巻、竜巻ありました、竜巻は何が取れる。波動を打つ、波動で制御、波動を打つ、うわまだ打つか、だーまた今度は誰前、逆誰前始まりましたね。そうなんですよ、おとちゅんさん多分抜きだったら抜けるだろうっていう波動拳ですけど、この前おとちゅんさんってやった時は同じ精度でやっぱり抜けてきた、あそこはやっぱりおとちゅんさんかなりやってますね。飛んできた、ありがとう、波動、あー欲しがっちゃってるな、飛び苦しいっす。さあゲージが苦しいが、これダメですね、さすがにこれはた、どうだ、まだ分かんぞ、投げる、真空を見ていく、あーなるほど、これですよ、落とし運は差し飛んで落とされたらそこからもうリズム取られちゃうんですけど、やっぱり正当に波動打ってる時はかなり制御してるんで、なるほど、相当だから今引き締めたんじゃないですかね、やりに行っても厳しいの、うん、ほら、まあ、さあしかし、どうだ、そうそう、割と気持ちは負けてないか、中ボスとかそういう余計なことしないでしっかり往年のリュースタイルで行くって言った方が多分勝てる、まあ、でもまあ波動打てないんで、おっと、これは先に行ったのはかなり大事、ダイヤシ勝利、やっとここやってきた、ない、なるほどなるほど、アッパーで返していく、で今の一回も飛んでないですもんね、サッシね、これがサッシの本当の強みだとは思います。飛びやがったバカだね、しかし今は大事に差し返して、サッシのことは全然崩れてないですよ、そうですね、飛ぶのが噛み合ってる。さあ今度は先に、うわぁ昇竜、これが差し、難しいですかね、しかも真空に合わせて中国、なるほどなるほど、いやこれぞ差しって今試合来ました ね、 そうですね、これぞ差しって試合来ました、あの垂直読みの前入れっぱって、はい、まあ難しいです、もうちょっと前行って上り中盤とかできますけど、はい、真下まで歩いて昇竜っていうのが、おとちゅんさんが波動打ってないの見て、あの中盤したんですね、中盤だと上り中盤を組み立てできる可能性があるんで、はい、で中盤にしたんですけど、もうそれすら許さんみたいな、そうですね、さあ先にゲージを貯めた方がやはり試合の主導権を握ってるっぽいぞ、ダイヤッシュを取って、勝利で、ね、甘いですね、おと、あミスを、ミスを釣りにしてしっかりフォローにした。さあサシシモード来ましたよ、早いな展開が、うん、昇竜、これはありですね、もう全然、うん、投げる、ノリノリでやってきて投げ返したが、どうだ、画面を中央を取ることを、さあ優先した、飛んでいる、あ大中、いいか、最初やらかしに行って正統派に見せかけて今やらかし始めてるんで、確かにこれちょっと難しいですね、予想つかないな、また開幕ジャンプ見えるかな、まあ多分どっちか飛ぶでしょうね、
飛びそうな気がしますな。おとぎさんが飛びそうな気がしますけどね、うん、そろそろ開幕カードが来るかなみたいな。飛ばないんだ。お互い前なき右としっかりつなげる。飛ぶ。あとこれやらかした。なるほど。投げる。だやし。やり返した。これは削り圏内。なるほどなるほど。なるほど。レーサー差ししがリーチ。これも修行僧のように俊敏戦を一時期やっていた。中盤でしっかり落ちしゃがんで透かす。ワンプレーが来た時はね、しゃがんで透かすことができます。投げは受けに取っている。ショール。さすがに勝負じゃなかったか。どうだ。もう前に前のめりにいっているが、おっと、なんだ、あー危ない、ミスったか。当たってるぞ。あー、下段。そこで下段が来た。なんとオトチュンさんが4勝止まり。マジ？マジ？これで消えたってことですね。オトチュンさんの優勝が。これはサシシ。悔しいね。もうアニケンとリュウケンサーとがこの内容で優勝候補。なるほど。これサシシさんが勝った場合は問答無用で優勝なんですけども、負けた場合は。アニケン…いやー、ってことは今、アニケンさんが勝った…アニケンさんが、多分3-1以上で勝てば優勝か。いや、3-1だと多分届かない。なるほど。3-1だと、これがプラ6なんでしょ。はい。で、プラ7だから3-0ですか。あ、届かないのか。3-0で勝たないと優勝には届かない。厳しい。なるほど。じゃあ、お坊さんが結構いいとこに。あれ、でも5勝だから。あ、そっか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 。5だからもういいか。5勝2敗で3人が並んで。あ、3人が並びましたね。今出ました。3人が並ぶのか。うん、そっか。アニケンさんはだ、アニケンさんが優勝するには3-0で勝たないといけない。なるほど。お坊さんの優勝もないのか。なるほど。お坊さん優勝もない、うん、2位はあるんですね。2位はある。うん、なるほど。じゃあもうサッシは優勝か準優勝、あ、3位か。うん、いや、サッシさんは負けても2位。大坊さんの上には行くか。大坊さんの上には行く。なるほど、なるほど。負けてもプラ6だから。なるほど、なるほど、うん、おー、サッシだいぶ有利ですな。素晴らしい、うん、ただもうここであれですね、あのサッシの極まっている剣戦を、いやー、どういうことか、ね、てか、ここで龍剣サラットがトップ3はさすがにヤバすぎますね。まあ、そうだね。確かに。そうだね。さすがにそれちょっとやばすぎる。これはもう、あれですか、サシさんが剣戦はだいぶ得意ということ。得意じゃないね。もう剣使ってどうやって勝つのっていう。え、飛び込み食らって死ぬのはしょうがないんですよ。はいはいはい。それはもうある、まあもちろんあるんですけど、あの見てれば分かるぐらい、はい、剣が手詰まり感が半端なくて。最近の川端君もかなり剣使ってて、サシシとやってきたみたいなことを言ってて、あれからもまた詰めてるんですよね。そうだね、そうだね、うん、で川端君またなんか、あの違ったうまさを持ってるから、うんうんうん、ちょっと引かれたりするらしいんですって、サシシも、うんうんうん、でも最終的にやっぱりサシシが勝つ、ね、まあまあそうでしょうね、うん、順位の方はですね、2人が並んだ場合は直対優先なんですけれども、3人以上が並んだ場合は得失点差、まあそうですね、優先と直対ができないから、はい、なかなか三角形になっちゃうからですね、うん、はい、となってますんでね、はい、はい、じゃあ行きますか。最終試合サシしたい。まあサシ気持ちよく優勝してほしいですね。そうですね、やるんだったらね。変に足し算じゃなくて、はいはい、ね、うん、気持ちよく優勝してほしいですね。わけ、ね、分かんなくなりたくもないですもんね、こっちもね。はい。というわけで、じゃあ最終試合いきましょうか。よろしくお願いします。それではお願いします。はい、3-0 で勝つと優勝の目があるということなんで、優勝、優勝チャンネル、優勝したいと思います。3-0で。頑張る、頑張ります。はい、お願いします。さあ、バスクさんの理由。まあ、まあ、いい試合見せます。これで雰囲気ありますね、サッシー流っていうのは。まあ、ただのバカなんですけどね。プレイスタイルが本当に雰囲気がある。プレイスタイルの雰囲気なんですね。サッシーも小高も、一つやってるところだけ見せる分には結構かっこいいですよね。戦か。しかも兄さんね、うん、できれば 2P 兄健さんで見たかったんですけどね。確かに確かに。
優勝チャンネル。ただの冊子はね、ほんとね、剣戦が何が極まってるって、玉打ちまず極まってる、地上戦極まってる、あとはその間合い管理極まってる、で波動拳見てから真空の精度がとてつもないので剣が波動拳打てない、空して飛ぶ、落とされるみたいな、そんな感じですね。と飛んだぞ。あっと昇竜 2P 化を選択、中足ファイヤー燃やしている、これです。おーっとミス、おっと 2P 化を掴みつつ掴む昇竜、しっかりと高い高いが見える、チリパンで返した。うわ、しかし昇竜、おーっとだ、熱波入らなかった、ちょっと今投げ行こうとしたな、ずれましたね今ね、あとそう、投げ返し精度高いですよね、そうそう、剣戦の大事な投げ返し精度高いんですよ、発射これですね、波動相打ち大足、相打ちされた剣どうしたって感じですよね、くじーって、うん、あと当て出しファイヤーの精度高いですよね、高いですね、結局そのお坊さん一派なんで、あ、白虎隊なんで、はい、玉打ちの理論は分かってるはずなんですよ。さあ画面端、これが刺ししの、おっと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 、ああ、ありがとう、ありがとう、ああ、った優勝の目がなくなる、辛いいっぱいではございますが、ちょっとアミケさんらしさがまだ見れてないですね。いや、もう画面端で刺しの波動、もう、ヨネさんは、このゲームは全員に使ってほしいですね、一度は。まずもう 2P に行ってしっかりやろうっていうこれ戦略としてはありですよね、そしてあんまりどっちでいいとかないですよね、あ、これじゃもうあの隠れゴールドセイントなので隠れゴールドセイント、隠れゴールドセイント、中足波動ゲージを貯めて、まだここでは勝利で避けれる可能性を考慮した、これがあるからしもちろんもちろんもちろん、ほとんど今ノーモーションですよね、今もちろんどうだ、もうやるか分かる、大勝利、やらせはせんよという意思が見える、この中足が、ね、投げも勝利も避けるタッチ、あとは中勝利、剣に飛ぶ必要はないんですよ、剣に飛ぶ必要がないからあれなんだけど、それでも飛んできて相手を狂わせてる感じですよね、もうずっと波動だけだったらアニケンさんに食われる可能性があるから、そこも分かってますね、さらに追い抜く、いや、刺しし、これでも剣戦まだ仕上げるって言うのがやばいっすよね、やっぱあー、どうだ、玉打ちも本当にうまいんだよ、うっとと、あれちょっとね、玉打ちぐらい足りないんですね、これ自然に出ないだけになって、そうなんですよ、たまにそれ引いた時あるんですね、刺しに中足波動、さあどうだ、これなんですよ、画面端の、おっと、正面でやり返した、内返し、中キックが両方返せる、うわー、よくない、地上が来る、絶対に出るから、対空が、絶対出るんだよ、うわー、刺しし名実ともに文句なく優勝を決めるか、空達に投げ出し飛んでいく、足が速いですね、この球は本当に、その足払いは、球打ちは引かないが、しっかり相手を取る、勝利、アニさんもあらら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 、掴んで、なんか出た、あ、悔しい、これは悔しい負け方しましたね、最後は、さあ、では優勝は文句なし、サッシーですね、おめでとうございます、あ、そう、これはアニさん、サッシー来ましたね、そうですね、2位が王さんってことですね、2位が王さん、素晴らしいですね、白虎ワンツーですか、やっぱりですね、景品トーク戦でしたね、だからこれでもお坊さんとサッシュの直対お坊さん勝ってるわけだから、そうなんですよ、このお坊さんの存在感ね、確かに確かに、お坊さんのこの存在感やばいよな、やっぱりこれ課金するよな、本人だと、そうですね、あ、でもすごかった、お坊さんの試合全部、試合が全部すごかったもん、なるほど、すごい、まあ
ちょっとあれですね、こうみんな負けず嫌いだから。いやー、うん、いやちょっとでも UDL リーグ、はい、U リーグトーナメント、うん、やっぱ最初小坂かかって、はいはい、次サッシが優勝したってのはちょっとね、うん、私としても、うん、あ確かにね、うん、私次吉尾じゃないもう私ね一応3-4で準優勝だったから。あそうなの、あれで、うん、ちょっと結果も私もね、ESG、なるほど出しましたけどすごいねサッシと。いやそうですよ、相当私もね対戦を2人とかしてるので、はい、なるほど、ちょっとね感慨深いものがありますね。まあまあかなり接戦でしたね。さあ6勝1敗プラス12、これも文句なしですね。そうですね、3-0、県戦 3-0 ですか。15かなこれ、あれ違う、明日かこれ負けたのが唯一の王さん。そうですね、そうですね、王さんには負けたんですよね。すごいな、大御さん、5勝2敗。いや、サガットとガイルで5勝2敗はすげえな、マジで。誰でできるの、そんなこと。このメンバー相手に。まあでも、間違いなく、大御さんとサッシ以外の人たちは、煮えたぎってるはずなので、うん、次の機会があればそうですね、うん、うん、多分大御さん結構満足してると思う結構頑張ったべっつって多分言ってくれると思うので、大御さんはそのサッシと小坂に勝ったことによって、うん、まあ、あの景品特選のセールフスは変わらずっていうところもなるほど、ね、はいはい、すごかったです、いやちょっとこうきましたね、はい、うんうん、これでも兄さんも確かにこう今書いてある通り、やっぱ兄さんは相当悔しい負け方をしたと思うし、僕が見た兄健さんっていうのはもうみんなうわって引くぐらいプレッシャーが画面から伝わる試合をしてたので、そういう試合ちょっともっと見たかったなと思ってますし、いやでも波動で大足はちょっとやばかったですね。まあだんだん終わってるんですよ。終わってますね。終わってるんですよ。差しの牽制は本当に終わってるので。言った通りですかね。オトチュンさんもアニケンさんも多分リベンジはしてくると思うんですけど、はい、変な話、そのサッシもコタカも相当強いので、うん、本質的にその今のレジェンドたちと比べもなんないほど、比べても遜色ないほど強いので、うん、そう簡単には絶対にいかないでしょうし、うんうん、いや特にやっぱサッシはね、その独自攻略といいますか、うん、その結構サードとかも強いっていうのがちょっと前の話かと思うんですけど、はい、サードとかも結構強くて、うん、そのね、ほかげのその発想なんかを取り入れてかなり柔軟に攻略しているので、はい、うん、それがね非常に一通貫で結構出したっていうのは、はい、そうです ね古くから彼を知る者としてはね、非常にこう彼の努力実りというところでもあり、うん、はい、いやしかし一通レジェンドたちはねこれで終わらないっていうのをよく知ってる内容なので、そうですね、はい、まあ、だからもう試合がますすごく、うん、すごい試合ばっかりなので、ね、解説としてもこうボケようがないというか、はい、もうちょっと面白いなんかね、はい、いじろうかなと思ったけど、いじれないレベルで、本当に悔しいよなとか、ね、アニケンを見ればね、ちょっといだいぶいじってくれると思うんで、あ、本当だいぶいじってくれると思うんだ、はい、でもちょっと僕はまあ、この人数を集めてやれば大変なので、少なくともその兄さん、お父さんのリベンジマッチとか、そうですね、やっぱりそれだけじゃ終わらないっていうのをちょっと見たい。例えば 10番とかね、うん、その2先3先じゃなくて、はい、そういったところも大体交代の人はお父さん勝ってますからね。そう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 、今あるじゃない、その今日もネモダイパンクで10先やってたりとか、うん、 はいはいはい、ああいうその特定の人だけでいいんで、うん、ちょっと見てみたいなとは思いますし、なるほど、だから特別見たい組み合わせとかってあって、いやもうだから多分そのあのおごあごさんでね、アニケンさんとオトチュンさんそれぞれがやりたい組み合わせを、はい、10先ずつ見たいなとは思います、はい、僕はね。でダルシムとかバイソンを今見たいってコメントあったんですけどね、実際ね、はい、ダルシム対バイソンも結構熱いんですよ。まあ、そう、だから強い人同士だとね、うん、面白いじゃないですか。かなり熱い気持ちなんでね、そういうのも、うん、強いキャラ同士のぶつかり合いは楽しいけど、はい、うん、強いキャラと弱いキャラがやるともう完全に苦しい展開でつらってなるので、一先とかだったらいいんだけど、うん、なかなか難しいですね。竜最強系、竜最強系ですよ、まあ僕じゃないですかね。同キャラ自信力、同キャラ同キャラ自信力来ましたか。僕だと思うんですけど。
まあまあ、確かにね、悟り君に勝てって言ったら、竜同居だよりちょっと違うキャラ選んだ方が、まあ、早い気がしますね、確かにね。あとは、まあ、あの伝説のちょっとレジェンド中レジェンド、シキバイソンとかね、まあ、二ちゃんもかなり強いと思います。うん、もう入れようと、うん、そしたら、まあ、次回へ、そば屋も、そうですね、はい、うん、もう間違いなくちゃんと、あの今週の僕の話とか大丈夫ですか、あの何かあるんですか、今週の僕の話とか。関係ないから。あ、それはなんかね、今あの全然言う。あ、大丈夫ですか。今週も今日ほら例の梅原倉橋大砲対決が。うんうん。あなたも言ったことですか。あれ木曜やるんですか。木曜日やるんですよ。へえ。なのか。はい。そうですね。乱入だっつって。僕はこうなんだろう、調整役なので。あ、大砲さんの。確かに確かに。大砲さん。だからまあちょっと今小高も調整役として奔放してるらしいので。まあそうだろうね、うん、あの小郷さんのあのガイルを多分この試合で見てたけど、ね、うん、小高の上位互換みたいなところやっぱりあるので、うんうん、流線だけは、はいはい、だからやっぱり小高に挑戦するのはまあベストだと思いますね。大山ニュートンで木曜日わざわざ定休日なのに開けてくれてるっていう、言っちゃっていいですか、で実は大山ニュートンにあるんですよ。でまあそうなのに、わざわざあの、はい、定休日のニュートン松田さんに無理ってなってですね、はいはいはい、みんな松田さん無理言い過ぎだって松田さん無理、でも松田さん人いいから、うん、やるぞみたいになっちゃう。いやいや、私はちゃんと運営に協力しますから。あ、行くの。私はあれですね、喋りとしていける。ゲームセンターが言ってるってことは現地観戦していいってことですか。あ、だから X の試合でたくさん置いてくれるって話。あ、本当。そうですね。じゃあ、ね、僕も見に行きましょうかね。木曜日ですね。そうですよ、うん、僕だってもうむしろガイルで入りたいものありますから。あ、そうか、うん、あ、そうか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 。でこの間ね、倉橋さんと対戦したんですけど、うん、ちょっとまだ仕上がってなかったみたいなんで、うんうんうん、しっかりね、なるほど、なるほど、当日まで仕上げていただきたいというところもあるし、うんうん、まあさすがにあの3人でしたら私も喋りたいと。なるほど、欲望はね。なるほど、欲望があるんですね。に、はい、うん、だってガイルだぞと、うん、確かにガイル絡みだぞと。まあでもその X って分かりやすいからその動画として多分知らない人がパッと見た時に、うん、いいんじゃないかなと思います、うん、昨日もいろいろ出てましたけど、やっぱりその X って本当に分かりやすいっていうのが一番よくって、うん、さっきの試合もちょっとマニアックな組み合わせはあるんだけど、ザンギサだとマニアックだったんですね。ザンギサだとちょっとマニアックでしたね。そうですね、はい、まあ、ちょっとまたリベンジマッチとかも見たいし、うん、はい、僕はちょっとアニケンオトチューンファンとしてはこのままじゃ嫌なので、はいはいはい、もしリベンジマッチで指してやるってことだったら、僕は大阪行って調整しますか。アニケンさん、オトチューンさんのね、デクとなりつつ行きますので、調整しますか。調整つけようかなと思います。わ、はい、かりました、はい、そんなわけで、はい、本日はこの辺で終わりにしたいと思うんですけど、皆さん一言ずつコメントいただいて終わりにしたいと思います。それでは細井さん。ああ、そうですね、はい、今多分また同じこと言っちゃうかもしれないですけど、竜が優勝してすごく自分としては同じ竜使いだし、切磋琢磨してきたプレイヤーなので、はい、すごく嬉しいんですけど、まあ言うても僕もプレイヤーなので、ちょっと出てどんなもんかなっていうのはやってみたいなって気持ちと、あとはちょっと良かったなっていう、サッシの攻略が全部通じて優勝できて、うん、やっぱり嬉しいなっていうのがありましたね、うん、あとはちょっと僕も軍勢さんとか、まあ、やったことある人たちのもっといい試合をもっと見てほしいっていうのはすごくあるので、うん、もし企画があるんだとすれば、そういうのをちょっともっと見たいなと思ってますので、うん、ぜひ応援をよろしくお願いいたしますというところでございます。はい、はい、ありがとうございました。石尾さん、そうですね、はい、私もサシシやっぱり優勝したっていうのは、まあ、長年一緒にやってきたっていうのもあり、うん、結構ねやってきたのもあるし、うん、その結構ね攻略理論を喋ってきたんですよね、うん、この対処どうしたらいいかなみたいなところで、こうしたらいいんじゃないとか、はい、この意識配分難しいよねとか言って、うん、その時はさ、ボタンをこうしたりとかってなんかそういう細かいところは結構喋ってたりした中なんで、うん、まあね、そういう彼が優勝っていうのは、はい、まあ、小坂の時も言いましたけど、うん、非常にちょっとひとしおというところあります、はい、今年はね、UD の方はカシコタが大活躍ということで、はい、そうですね、うん、ね、まあ、スポンサーはつかないですけどね、
つくの？分かる分かる、ね、いらないでしょあいつは。私もねそこ非常に嬉しいなというところあります。ただね本当大坊さんしかり、兄貴さんのお年寄りさんしかり、うん、他の組み合わせもね非常に面白いところあるんで、うん、し、はい、私例えばそのさっきダルシムバイソンとか、うん、俺だとダルシム本田とかね結構面白いんじゃないのとか、うん、なんかいろんな面白いと思って組み合わせあるんで、はい、なんかその辺ですね、うん、また企画それあったらいいなというふうに思っております。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ですね、はい、総合司会のケブスさんは、はい、僕もですねゲームはやってないんですけど、やっぱりこう分かりやすい解説とかをしていただいて、やればいいのに、まあ、はい、やりますやります。 X のキャラももう決まって大丈夫です。やります。本当、はい、ああそうなの、はい、なんですけど、まあそのなんていうんですかね、やっぱ昔のゲームなんで苦しい組み合わせとかが結構あるわけじゃないですか、うん、でもまあ多分本当はそんなキャラさんないんですけど、うんうん、はい、いや本当にないよ、ないやり方なのか何なのか分かんないけど覆すじゃないですか、はいはいはい、でもそこが面白いなと思ったんですけど、でも俺途中で気づきました、これ多分キャラさんねえなって。まあでもまあ それやっぱこう一応不利っていうカードを組なんか覆すっていう図式は結構見てて面白かったなと思いましたね、はい、3.5 はないでいこうしてね、うん、でも僕はキャベツさんがちょっとやって、はいはい、子さんをバタバタとなぎ倒していくその育成計画じゃない、なぎ倒せないですわ。もうだってもう新しいゲームって若手になぎ倒されてるから、はい、そうですね、まあ、直感がすごくこうそのもろに出るゲームなので、うん、あそうなんですね、直感こそやっぱりこのゲームの向いてると思います本当に、はい、じゃあフェイロンで頑張ります。似合ってそうだね。正解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 です、はいはい、正解です。来ました。まあ1キャラだけでもいいので、はい、ちょっとぜひ挑戦企画みたいなのあれば、うん、ですね。はい、というわけで、はい、本日は終わりにしたいと思います。一応次回告知一応触れました。はい、はい、一応9月6日木曜からサード尽くしとなってます。フロバーサスアレックス、RB バーサスマツケン、デシケンバーサス力丸となってますね。はい、そして9月16日にスト5福井対戦会行きましょうみんなで、はい、無料で参加できるということなのでぜひ参加していただけたらと思います、ね、はい、無料ですから、うん、私もぜひ現地に行きたいと思ってますんで、え、本当ですか、行きたいと思って、行きたいと思って、はい、行きたいと思って、よろしくお願いします。そうですね、はい、そしてスタートはその組み合わせ3組み合わせを、はい、1日でやりますね、うん、はい、となっております。はい、というわけでじゃあ本日はねこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ごめんなさい、木曜、水曜日ですね、ごめんなさい、あ、水曜日ですか、9月6日、はい、9月6日、水曜日です、はい、うんこめが間違ってるということなので、うん、なるほど、はい、9月6日の、はい、失礼いたしました、木曜日でございます、はい、はい、はい、ですね、はい、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、はい、というわけで、はい、スリーブ、長丁場、とんでもございません、はい、ごちそうさまでした、良い試合ごちそうさまでした、終わりにしたいと思います、はい、ご視聴どうもありがとうございました、ありがとうございました、さよなら、ああ大丈夫です